どうも皆さんお疲れ様です。じわじわと申します。この度 YouTube のゲーム実況動画を始めました。これを見ている方はね、初めましてですね、よろしくお願いします。もしよければですね、最後まで見ていってください。それで、記念すべき YouTube 第一歩として始めようと思うのがこちらの、G1 牧場ステークス、こちらですね。カイロソフト自体で見たことあっても、ね、やったことなかったんですよね。で、何からやろうかなと思ってたら、競馬あるじゃんってなったので、この YouTube やるって決めた時から、最初これだと思いましたね。まあ、前置きはこれぐらいにして、それではプレイしていきます。ではスタート。牧場名ですか。やっぱ、チワ牧場で行きたいと思います。まあなんか、パッと見、あんま良くないよね。弱そうというか、いい馬出るんかなって感じ。まあ、じわじわとね、攻める馬を作っていきたいと思います。はい、それでは決定。バグの色、馬の色、それと勝負服。これで選べるんですね。何色がいいかな。じゃあ、一応、青と、勝負服、わかりやすい色がいいですよね。あ、これってディープインパクト色？ディープインパクトの勝負服ですよね。まあ、わかんないですけど。で、これは竹豊さんということで。それでは、これでスタートしようと思います。はい。桜庭美奈子。おはようございます。じわじわ牧場の秘書を務める桜庭美奈子です。これからよろしくお願いします。今はまだ小さな牧場ですが、いつかは夢の三冠馬を生み出せるように頑張りましょう。あ、いいですね。三冠馬確かに作りたいですよね。困ったことがあったらいつでもメニューのシステムから遊び方を選んでくださいね。まずは馬を購入しましょう。メニュー、馬、購入するを選んでください。メニュー、馬、メニュー、馬、購入。新しい馬を探します。血統によって能力の伸び方に違いがあるようです。ドサンコ系、シャトー系。芝を得意とするスピードの馬。これは、頑丈で根性のある在来馬。もうこっちでいいでしょう。こっちにします。シャトー系の馬を探します。はい。了解しました。何頭か候補を探しますので、しばらくお待ちください。シャトー系の購入希望を出したところ、業者から3頭の情報が届きました。どの馬にしましょう。黒ブライアン、流れブライアン、シャトーブライアン。ブライアンばっかりですね。黒ブライアン。これは、芝が20丸、ダートが丸。瞬発が高いですね。あ、一緒か、みんな。あ、一緒じゃん。全部一緒ですね。どうしようかな。何がいいんですかね。まあ、とりあえず、これ一番高いし、瞬発も62高いんで、この黒ブライアンにします。購入。お、新しい競走馬、黒ブライアンを獲得しました。かわいいですね。他にも馬を購入しますか。他にも買えるの。え、じゃあ、これオスメスないんですね。じゃあ、こっちの馬ももう一頭買いましょうか。新しい競走馬、流れブライアンを獲得しました。これは足毛の馬ですかね。茶色の毛色で、かわいいですね。他にも購入。いや、3頭はいいでしょう。とりあえず2頭でいきます。うん。じゃあ、この2頭で取引を終了します。初の競走馬が私たちの牧場にやってきました。早速デビュー戦に向けて調教していきましょう。馬を選択してください。牧場にいる馬を選ぶと詳しい状態、練習を指示できます。特別調教を行うと馬の能力を伸ばすことができます。特別調教。ここでは普段自動で行われている調教の時に優先的に利用する施設が指定できます。特に指定がない場合は馬の調教に合わせて自動的に最適な調教をしていきますのでご安心ください。あ、じゃあ任していいってこと？いろいろ選べるんですね。じゃあ全部入れちゃいましょう。バリバリ鍛えてもらいましょう、最初は。じゃあ特別調教を行います。じゃあ、黒ブライの特別調教。スピード練習、ピッチ練習、荷車を引く、反復横跳び、マッサージ。反復横跳び？馬が？大丈夫？じゃあ、手始めに、じゃあ、瞬発高いけど、スピードをね、やっぱ上げていきたいよね。なんかスライド練習。これにします。スライド練習中。完了。あ、速度がプラス3。疲労度プラス2。だ、気力が減るんだね。じゃあ、スピードを上げていきましょう。疲労度プラス2。まだいける？まだいけるじゃん。こんなにやっていいの？大成功。プラス4。あ、結構瞬発まで追いついてきたよ。じゃあ、もう一頭の流れブライアン。こっちも瞬発が黒ブライアンと比べたらないんだね。じゃあ、スライド練習。同じやつやっても意味ないんだね。ってことは、長距離向きとか器用とか、そっちの方がいい。じゃあ、反復横跳び。瞬発も上がるじゃん。これいいっすね。これにしよう。いいね。かわいいね。気力が足りないようです。なるほど。じゃあ、OK ですかね。馬なり新聞最新号が発行されました。じわじわ牧場で育成中のお馬さんに調教計画が指示されたことが分かりました。
状況計画で指定した施設は普段自動的に行われている調教の時に優先的に利用されるようです。それとは別に特別調教をすることもできるので、馬の調子や疲労や調子を見ながら最適な調教をしていくといいでしょう。ほん、まあ、さっきのことだよね。完了。牧場長、工事を進めてたウォーキングコースがついに完成しました。特に指示をしなくても施設近くの馬が自動的に利用し経験を積んでいきます。なるほど。これはこんだけ土地があるってことだね。もうなんか歩いてるかわいいね。はじめまして、レースから牧場まで競馬情報を網羅する新聞として創刊されました。近くの盛り上がりを見せる競馬ブームをスピーディーにお伝えしていきます。まずは先日じわじわ牧場が誕生したとの情報をつかみ、愛馬にまたがり取材に出かけてみました。まだ設備が少ない小さな牧場でしたが、着々とレースに向けて準備を進めているように見えました。今後他のライバル牧場との戦いをどのように走り抜けるのか楽しみです。あ、やっぱライバルいるんですね。馬の追跡を開始します。この後もう一回馬選択すると詳しい情報になります。でこれお金ってどうやって稼ぐ？とりあえず反復横跳び。流れブラインは反復横跳び。もう好きでしょ。絶対好きでしょ。うん。うん、やっぱ2回しかできない。大成功。瞬発力。瞬発バチバチ上がる。スライド。スピードを持ってね、短距離勝負といきたいですよね。レースにどう影響するかが全然わからないんで、どうなっていくかがわかんないんですけど、はい。気力なくなりました。いろいろなんかやれることがある。建築、宿舎って誰か泊まるってことかな。で調教、お店、ソフトクリーム屋、3枚で建てる。これちょっと建ててみる。画面スクロールして建てる場所どこがいいかな。やっぱこう客が来るところがいいよね。じゃあここはい、戻る。 OK。 アイス屋さんも普通にあるからね。経験値マックスなった。完了。君たち気力はどうかね。気力19。よし、速度頑張れ。めっちゃスピード上げるんや。大成功。疲労が抜けるとかっていうのはどうやってやったらいいんかね。はい、次君、流れブライアンは反復横跳び。もう飽きてくるやろな、こんだけやったら。いいねいいね、結構上がってきたよ。あ、牧場長、お客様がいらしております。こんにちは、私は地方競馬会で会長を務めておるものです。おお、地方競馬会会長。私たちは地方でのレース開催を通じ地域の活性化を目指すための組織です。さて、じわじわ牧場の視察に来たのですが、おや、初めて見る馬がいますね。ちょうど新馬戦が近く開催されてますのでご参加いただけませんか。申請書をお渡ししますので記入後事務所へ輸送ください。切手は貼ってありますよ。お、オープンしたばかりに随分耳が早いですね。メニューからレースを選ぶと参加できます。お、レース来たよ。メニュー、レース、新馬戦、賞金は7万円。なるほど。馬場は芝。弱い。弱いってなんだ。まあいいか。四角は2頭。新馬のみ出走か。シンプルな円形コース。最後の直線は速度と根性。根性ね。新馬戦に参加申請する。出場する馬と騎手を選ぶことができますよ。じゃあ、黒ブライアンで。騎手をお願いする騎手の方が選びます。追い込みが高いほど直線のスピードを伸びるよ。追い込みが高いと。あ、これ栗山マコロン、アンコ・ミケ、野田・末次、後藤・清、鳥山・明子、うまい・ケルスギ・ジュニア・ファイブ。なんじゃそれ。名前がユニークやね、みんな。あ、でも、うまい・ケルが一番いいんじゃない？うまい・ケル。高っ。ちょっと、3万9000はちょっと出せないですね。どうしようかな。追い込みがいいんだよね。この栗山マコロンでいいんじゃない。とりあえず栗山マコロン行ってみます。申請。来月の朝8時に開催されます。楽しみですね。よし、反復だ。何もかも反復なんだよ、人生。でもだいぶ伸びてきたね。瞬発、黒ブライアンに追いついてきたんじゃないの？さあ、最後の調整だ。あ、器用さっていうのがもしかしたら、カーブに強いのかもしれないね。ってことは、この黒ブライアンももしかしたら、反復横跳びしないといけないかもしれないですね。反復横跳びもしかして最強なんじゃない？いいねいいね。穏やかに流れてます。夜になった。よし、これでレースなんじゃないの？ 8 時っつってたよね。黒ブライアン君は、これがレースにどう影響するかが全くわからない。あ、来たよ。ついに新馬戦の開催日になりました。緊張しますが応援に出かけましょう。じゃあ出発。いやー、どうなるの？埼玉競馬場、新馬戦、芝600。
競馬ファンの皆さん、こんにちは。今回芝戦ということで、埼玉競馬場に6頭の初々しい大馬さんが集いました。さあ、本馬場入場です。クロブライアン、1枠クロブライアン、鞍上クリアマカロン、調教ではいいタイムで前評判が高いまです。器用さにかけ直線までの展開に工夫が必要です。クリアマカロンさんが騎乗した分のボーナスが入りました。レースにどう影響するか楽しみですね。なるほど。2枠はワイルドウマダーヨ、鞍上は柴田芝生。3はクイーンカメハメホウ。カメハメホウ。スピード勝負なら上位。パカパカ駆け抜ける。田中松尾。ゴールドチャージ。みゆきひでじ。圧倒的な一番人気。スタミナが言ういいの？ロバノフ一世。しいたけひろみ。2番人気。え、うちの馬は何番人気なの？1枠1番。クロブライアン君。このディープインパクト服ですよ。さあ、スタートしました。今どこ？追い込みで2番に行ってます。今4番。今5番。これいける？今3番。あと200？ 5 番。今5番手。今5番手。いやー、どうなるのこれ。どうなるの？あと100。あと100。追い込め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 。何着？何着でした？ゴールドチャージ。3着だ。3着でしたね。3着賞金で21,000。なるほど。未勝利クラスに、まあ、ランクアップっていうんですかね。疲労度も上がっちゃったと。知名度、学生。無事に初めてのレースをやることができました。ご褒美に人参をあげておきましょう。初戦は勝利で飾れなかったので、クロブライアンの賞金クラスは未勝利クラスになりました。ほう。レースで優勝できれば賞金クラスがランクアップして、出場できるレースが増えてきますよ。長距離能力を伸ばし、今後の巻き返しに期待しましょう。あ、クロブライアンの能力が成長したようです。レースの出場経験を積むことで、自動的に能力が伸びることがあります。次のレースに期待が集まりますね。中央競馬会長。どうもこんにちは。先日クロブライアンの活躍をラジオで拝聴し、一気にファンになりました。惜しくも勝利はできませんでしたが、素質は十分と思います。ところで話は変わりますが、まだ牧場で働く騎手を雇っていないようですね。ここの名前も関係者に十分伝わったと思いますし、何人かご紹介できると思いますよ。それはありがたいですね。馬たちもきっと喜ぶに違いありません。メニューの騎手から雇ってみましょう。メニューの騎手。その前に人参をあげさせてくれよ。どうやって人参あげるの？いや、人参ねえじゃん。人参ねえから。てか、とにかく疲労度下げないとかわいそうだ。で、騎手。雇用。現在候補の方が4名います。どなたを雇いますか？さっきのマカロン？これでまたあれかな？能力鍛えれるのかな？うまい、これ契約したらどうなるの？これ言ったら、うまいけるでいきます。うまいけど雇用します。鳥山明子。鳥山明子もいいかもしれないね。一目で馬の体重当てられます。すごいね。これは、野田誠司は魔術師と呼ばれる技量を持ちたい。持ちたいのかい？持ってはない。20年前に引退し現役復帰を目指す。あ、現役復帰ね。じゃあ、明子も雇用します。もう二人でいいでしょう。時々ご覧いただけると幸いです。じゃあ、後々来るんだよ。あ、来た来た。新レース未勝利戦が追加されました。この子ら、どうもこんにちは。聞いていた通りのいい牧場ですね。これから住み込みで頑張りたいと思います。メニューの検知から宿舎を立ててみましょう。馬の近くだと飼育もうまくいきそうですね。家がない。家がないっつってます。家がない。うまいけど家がない。先におばあちゃん取られた。これは年功序列の世界ですね。じゃあこの辺に1個建ててあげましょう。で、これお金なくなっちゃうよ。そろそろ。買ってくれんと。ここで、はい。マイケルの宿舎建てました。さあ、調教するぞ。反復。あんだけスピード鍛えたのに、まだ3着だからね。どこまでやればいいんやって感じ。次はでも流れブライアンを調教、てか、出走しないと、あ、ここにレースに出るって書いてあるね。疲労度がやばい。疲労度が。完了。できたぞ。家できたぞ。じゃあ、うまいケルを特訓します。体力、縄跳び、無知の扱い、調教の勉強、調教の勉強が1万円。調教の勉強しよう。完了。1万円ってもうお金ないよ。あ、これでいいじゃん。縄跳び。縄跳びしまくって、コーナリング上げるのくらい。おばあちゃん、鳥山明子も、縄跳びで能力上がるんだね。おばあちゃん馬術すげえな。馬術やっぱこう
年を重ねるとこう馬とかね、まあ、生き物に話しかけれるって聞きますしね、お話できるってよく言いますからね、できるんでしょうね。鳥山明子さんがクロブラインに乗って自動調教を開始しました。担当者の調教能力が高いほど馬の成長をうまく引き出し、緑色の経験バーが溜まると馬の能力がアップします。あ、なんかあったね、さっきこれの、これだ。ここにクロブライアン担当させて、うまいけども流れブライアン、これでいいんだ。これ建築して、このプールも建築した方が長えな、これ長えよ。はい、プール建築。こいつ疲労度回復しないじゃん。これじゃあどうしよう。反復横跳び、反復横跳びしていこう、クロブライアン君も。じゃあコーナリング、あ、やっぱスタミナなのかな。とりあえず100目指そう。速度100を目指して、一旦そっから器用も上げていこう。こう、もうすぐ器用100いくね。この子を早く新馬戦出したいんだけど。お、いいね、プラス6、めちゃくちゃ上がった。あ、次ぐらいでいいかもしれないね。あ、レース出る、あるじゃん。レース出よう。レース出ます。エントリー、騎手はもちろんこの前から来てもらっている私たちの牧場の騎手の方に依頼できます。依頼料ないからいいよね。もちろん、うまいけど。申請。いいね。これどうなるの？器用。あ、器用も上がってるわ。すごい。おばあちゃんの馬術力。すごいね。あ、速度100いってる。器用上げていこう。いいですね。疲労度がね、ちょっと高いよね。あ、てかお金ね。やばい。出稼ぎ行ってもらわないと。よし、これで、器用度は100いったかな？あ、まだだ。はい。よし。あ、惜しいな。またちょっとじゃん。ウォーキングコースにおるから、これとこれが上がるんだ。ってことは、プールはスタミナ瞬発。放牧地を立てないといけないのかな？放牧地立てよ。いや、立てねんわ。やばい。お金がなさすぎる。維持費が7,500。やばいよ。5万円しかない。速度バンバン上がっとる。よし。新馬戦来たよ。流れブライアン。頼むぜ。当7万円だったかな。稼いでくれ、新馬戦。今回はエア走ってる丸山丸太、丸川丸太、ワイルド馬だーよ。流れブライアン来た。もうなんかすごいよ、これ。プラスがすごい。また来た、クイーンカメハメ砲。パカパカ駆け抜ける。まただ、ロバの不一世。ちょっと人気見てなかったけど、3番ですね。赤帽子3番、刺しになってる。作戦は今で負けするよね。今5番手。追い上げ、追い上げ、追い上げ。これ、早くね？ 1位のやつ。早くない？よし、させない。なんか、スタミナがない感じだったね。1500円、ゲット。新馬戦勝つのっていうのがきついのかもしんない。あ、やっぱりそう？スタミナ調教です。そうか。馬術能力が高いのって、このおばあちゃんだったよね、確か。じゃあスタミナなのかな。スタミナを上げないとダメってこと？スタミナバンバン上げていこう。これ、レース出てみようか。だと、短いオーバルが速度と器用さ。速度と器用さなら、こいつあるよ。じゃあ、鳥山明子で。疲労を回復させるのはどうしたらいいんでしょうか。この二人を雇って、乗って機種の中で一番高いやつだから、コスパがいいはずなんだけども、結果は出てないよね。そんなもんなのかもしれないけど。よし、明日になったよ。次の日になるよ。頼んだぜ。9月になっちゃったよ。あ、来たよ。出発、頑張れ。今回は愛知。左ソフトキーで作戦が指示できます。いやー、わかんねえわ。いや、追い込みでいいんじゃないの。スタミナないし、追い込みでいいです。いや、走ってる。ワイルド馬だよ。クロブライアン。あ、スタミナが、なんか知らんけど、めちゃくちゃ上がった。麦社長。バカバカ駆け抜ける。今回、五頭立てだ。麦焼酎には勝ちたいね。3番です。出た。追い込みで、残り300。追い込みやけど、あ、一番後ろだね。だから、あの一番が早いんだって。いける？さあ、残り、直線、来たよ。スピードを見せるとき。おー、行ってないやー。なんか被ってんじゃん。これ、惜しかった。
かぶっちゃったね、直線。これでもう勝てそうやったね、今の。めちゃくちゃ早かった。どうやって人参をあげたらいいんでしょうか。全然人参ないんですが。あとはくれるんかな、アイテム。この後厳しい練習すると体調崩す危険があります。しばらく特別調教をやめた方が良さそうです。疲労は自然で回復していきますが、施設の放牧地があると早く元気になります。やっぱりそうなんだ。2万円しかないけど、立てるか。はい。2万6千。ちょっと資金が少なくなってきましたね。仕方ありません。我が家に家宝として伝わる竹槍を売ることにします。竹槍？もう宅配はありませんので、お金の使いすぎに注意しながら牧場を運営しましょう。10万円。ありがとうございます。10万円も持ってたの？てか、竹槍10万円もするんだ。放牧地にどうやったら来てくれるんでしょうか。勝手に行くのかな？で、これで一生するのも結構難しいよね。もう秋になっちゃったし。あ、放牧行ったよ。放牧行った。あ、寝てる。寝てます、寝てます。動物型クッキー業界4位の希望。モロッコ市製菓。それどうなの？この度弊社では重さの魅力を広めるために草競馬を開催することにいたしました。素敵な景品もご用意してますのでふるってご参加ください。新レースモロコシキネが追加。もうレースなんだね。とりあえずこいつ出したい。流れく草競馬のモロコシキネが追加されています。光栄ではないので馬の賞金グラス関係なく全ての馬が参加可能なんです。勝利すれば素敵なアイテムを手に入れます。腕試しにチャレンジしてみましょう。いいじゃん、これでいこう。バランスのいい子、全般的な能力が必要。大丈夫でしょう。じゃあ、うまいけるで。いきます。モロコシ記念って、何ですか？モロコシ記念。トウモロコシのことだよね。でも4位って、4位って、どうなの？微妙なのかな？そもそもライバル何チームいたのかっていう話になってくる。ついにモロコシ記念の開催日になりました。緊張しますが、応援に出かけましょう。よし。これさっき見たけど2頭立てだったような気がします。モロコシ製菓の草競馬チョココロネスケ流れブライアン。もうめっちゃ強くない？めっちゃ全部100超え。虫刺されたてにスマホに変えちゃうの。堀井雄太郎。あ、右回りだ。5頭立て作戦は刺し変えてない。ずっとさあ、出ましたよ。右回りもまた、なかなかいいですね。3番手、今、差しに構えております。マイケルはなんとか、やってくれるんじゃないの？残り100。お、え、行った。行ったんじゃない？あ、行ったんじゃないこれ。あ、行った。勝利。おー。勝ちました。3万2000。太い。流れブライアン、強い。フリーターの知名度も上がった。表彰式。おー、初勝利。じわじわ牧場初勝利。流れブライアン、一世。初優勝おめでとうございます。流れブライアンの活躍で弊社の知名度もうなぎ登りです。うなぎ登りなんだね。今回そのお礼も兼ねて特別なアイテムを贈ります。馬メダル。馬メダルが25枚手に入りました。馬メダルは画面右上に表示され、今後研究等に使えるようになります。大切に貯めておきましょう。これか。副所設計図休憩所。いろいろ増えた。研究室、休憩所、研究。OK。すごいね。無なり新看護。先日のレースでじわじわ牧場の流れブライアンが初勝利。予想屋の間でも驚きが広がり、ここまで強くなっていたとは思わなかった。今後は大きな注目株だね。もちろん個人的には当てたけど、と語りながら物陰で馬券を破っていました。馬にとっても、一度勝利をすると走る喜びを知ることがあるようで、今後の伸びにも期待が持てます。なるほど。あ、なんか来たよ。はじめまして。僕はこの前、社会科見学で競馬場に行ったのですが、流れブライアンに痺れて、今日は休日を利用して牧場まで会いに来ちゃいました。うわ、コアなファンだね。しばらく見学しながら、絵日記でも書こうと思ってるんで、よろしくお願いします。おー、今後学生さんが牧場見学に訪れます。なるほど。へー。お、フリーター。こんにちは。私は競馬関係の仕事に就きたいなと思いつつ、日々勉強しているものですが、競馬場では答えが見つからなかったのは、この牧場でなら、と期待を込めてきました。フリーターさんが牧場見学を訪れます。さあ、ソフトクリームどんどん買ってください。1000円するの？ 1000 円？ 1000 円もするよ。めちゃくちゃ稼げる。無なり新聞最新号。
じわじわ牧場に初めて見学客が訪れているようです。インタビューを試みたところ、先月のレースみたいな流れブライアンの活躍に目が奪われました。ぜひ会いに行きたいなと思ってましたと笑顔で答えてくれました。見学客は牧場内のお土産屋を利用したり、写真の撮影代を払ってくれたりと、牧場の貴重な副収入が得られます。馬も人も満足する立派な牧場を目指していくといいでしょう。確かにね。だってさ、1個1000円でしょ、これめちゃくちゃいいじゃん。1500円、レースより稼げてる気がする。また来た。めちゃくちゃ来るよ。学生さん、新たに休憩所が建築できるようになりました。休憩所か。そもそも休憩所って何するとこなの。さて、クロブライアン未勝利戦もう一回出てみましょう。で、鳥山さんで行きます。お金を稼がないといけないから、特別調教やりたいけどちょっと今できないよね。休憩所建てよっか。お店これか。じゃあここに休憩所建てました。休憩所って何するんだ。未勝利戦の開催日になりました。緊張しますが応援に出かけましょう。行きます。いやー、そろそろ勝ってほしいね。さっきもね、勝てそうだったもんね。もう麦焼酎エア走ってる。クロブライアンスタミナだいぶ上がったよ。バカバカ駆け抜ける。ワイルド馬ダイ、これも左回りですね。未勝利戦、これ G1 とかあるのかな、勝てるんかな。さあ追い込みにしました。さっきも前詰まっちゃったからね、直線でやっぱり外に出さないと。さっきの感じでいくと、こっからもう上がってって、外に出して、外に出して、外に出してって。あ、いあ、おお、また詰まっちゃった、また詰まっちゃった。え、勝った、え、勝った勝ったじゃん。すごい。6万円ゲット。500万クラスに上がりました。さすがだね、クロブライン。おー、勝った勝った。めちゃくちゃ不利受けてたけど。賞金クラス500万になりました。今後出場できるレースが増えそうです。いいですね。初優勝おめでとうございます。興奮のあまり聞いていたラジオを握りつぶしました。今後の活躍に期待して便利なアイテムを副賞に差し上げますので、ぜひご利用ください。あ、30枚もらえた。お、パンプキン男爵。さすらいの競馬貴族。先日のレースを見ましたが、なかなかいいものをお持ちのようで、決闘を申し込みます。もし私に勝てた暁には秘蔵のアイテムを売ってあげましょう。パンプキンマッチが追加。はぁ、いいですね。速度資料と品質の種っていうのがあるんですね。速度アップ、これか、これじゃないよね。でもこれは速度アップに効果的です。食わそう。え ?30? うわ、むちゃくちゃ上がったよ。休憩所をちょっとやってみよっかな。あ、これだね。あ、これで。ほい。品質が10アップ。まあ、どんどんレースに出していこう。これでいくと。流れブライアンの方に、こいつにレース出てもらおう。パンプキンマッチが。あ、そういえば、確か言われてたね。じゃあ、これにエントリーして、勝ちましょう。もちろん、うまいけるで。新鮮。パンプキンマッチっていうのは、アイテムを持ってくるおじさんがなんか、試合をね、持ってきたやつだよね。まあ、続々と、この観光客がね、入ってきてます。休憩所も、お金入ってるし、馬メダル入る。で、これらを立てていった方が、効率いいかもしれん。新しい技能速度が使用可能になりました。じゃあ、せっかくこいつに、今回は流れブライアンにつけましょう。あんな、3万円かかるって。取得に成功する確率は 16%。 あ、なるほど。消費していいよ、全部いっちゃえ。73ってどうなん。いけいけ、頑張れ頑張れ。どうかな、速度を習得できた。おー、すげえ、すごいじゃん。よしよし、速度アップ、万能的に上がってきたね。で、これ特化型すぎるよね、こいつ。短距離向き。流れはいいかもしんない。ソフトクリームで儲けてお金をペイしましょう。ついにパンプキンマッチ。よし、来た。じゃあ頼むぜ。埼玉競馬場へ。マッチです。流れブライアンは、あ、見て、めちゃくちゃ強くない？やっぱ反復横跳びしまくったからね。あれ？2頭しかいない。あ、パンプキン男爵も乗ってるわ。怖
これ勝ったでしょ。差しもクソもないけどね。こうなると。ひまわりが頭に乗ってる。ワンプキン男爵の馬は。これ速くない？大丈夫？え？いや。強くない？負けたんだけど。めちゃくちゃ強かったね。あれ勝てるんかな？あ、見て。19万まで来た。もうバンバン出させよう。よし、行くぞ。もろこし、またやってるわ。いや、もう500万で行きます。おばあちゃん。うわぁ、今の負けたんだ。結構きついな、負けるの。馬の生態を日々詳しくなり、今度獣医学校を受験しようかと。すごい。日頃のお礼にお小遣いで素敵なアイテムを買ってきたので、ぜひ牧場運営にお役立てください。学生から、学生からいろいろもらいます。栄養ドリンク。栄養だから疲労が下がるとかかな？じゃあ、こっちに使おうか。でもこいつで負けたのか。結構きついよね。あ、疲労度下がったね。お、すーげー下がった。騎手もやっぱ育てていかないとダメなのか。縄跳びしまくって、筋肉ムチムチにして追い込もう。追い込んで、おばあちゃんの方も縄跳びして、体にムチを打て。現役の頃を思い出すんよ。失敗。失敗もあるんだよ。完了。もう一回。失敗。マジか。やっぱ、年のせいなのか？流れくん出そう。終わったら出そう。よし、500万来たよ。ここはね、一個上だから、結構強いかもしれんね。あと800。鳥だ。レオナルド・プリ、ビール・パラ、アラマキ・ジャックル、クロ・ブライアン。うん。なかなか、落馬骨折の。うん。いやー、勝ちてさあ、今回も追い込みで、いきますよ。ただ、ランク1個上だからね、相手も強いと思うよ。残り300。追い込みで、あ、800メーターやから今回長いんだよ。さあ、こっから上がっていかんときつくない？さあさあさせ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 。あ、惜しい。惜しいなぁ。あの、パンプキン、やっぱ賞金良かったような気がする。これ。勝てないけど、これに出よう。もう一回。あの、勝てなくていい。お金稼ぎのために出る。あとは、アイス屋さんをもう一軒建ててもいいんじゃないかな。とにかく金がいるよね。もう一軒建てよう。ほい。よし。アイス売ってますよ。たくさん売ってますよ、アイスを。で、観光客増やさないと、きつい。で、とにかくひたすら鍛えて、レースに出して、勝つっていう。その流れよね。ついにパンプキンマッチ。よし。お金貯める、レース。お金ためのレース。開始。パンプキン、さっきのね、早かったからね。まだ勝てんと思う。先行？じゃあ作戦は差しなんだけど。残り 100？ あれ？これさっき末足って出てたから。あ、勝った！熱っ！あ、勝ったよ。12万。12万ゲット。やった！やっぱね、チャレンジしていかないとね。いや、お見事な走りでした。私の負けを認めましょう。では今後はお約束通り、各地から仕入れた特別な商品を販売していきましょう。便利な商品の購入が可能になりました。メニュー、コードからアイテム購入。お金があるから、ちょっと記念パネルでも買ってみようかな。よし。チューリップも買っちゃおう。ヤシの木、オッケー。じゃあこのまま立ててみようか。終わりました。チューリップを、ここ。ここの魅力品質が上がった。じゃあ、これは菜の花。菜の花も、この辺に。あ、ここに置いてみようか。はい。あ、魅力。あ、やっぱ上がるね。で、もう一個。これが、記念パネル。記念パネルを、じゃあ、ここ。記念パネルって、その、勝った時の馬の記念なのかな？あ、見てる見てる。めっちゃもらえるよ。馬メダル。あ、写真撮るパネルね。顔を当てるやつ。違う？あ、そうだよね。顔を当てるやつだ。観光名所になるから、お金が増えるってやつか。ソフトクリーム、立てんでよかったかな。じゃ、ちょっと待ちましょう。次のレースまで。ちょっとお金ないから、やっぱレース出ないときつい。あ、もう出れる出れる。出ましょう。出ましょう出ましょう。どんどん出ましょう。ここに勝てば6万円。ここに勝てば8万円。でもまあ、上に行きたいから。よし、どんどん行こう。さあ、勝ってくれよ、次こそ。
パンプキンに勝てるとは思わなかったからね。うちの収入源はレースじゃなくて、まあ餌代、馬の餌代とかお世話するお金は全部ここのソフトクリーム屋で賄ってます。ソフトクリームの売り上げがうちのもう看板ですからね。馬じゃない。ソフトクリームで、なりわいを立ててます。なんか、お金ないから、本当に何もできない。よし、来たよ。お願いします。500万条件1000円。同じですね。ダートの800メーター。落馬骨折のビールパラ、サンダー、なんとか。おー、スタミナが増えてる。じゃあ、開始。さあ、頼みますぜ。今回も追い込みやね。追い込み、いい位置。いい位置じゃない？いい位置じゃない？これ。あと200。あの1が早いね、白が。あ、詰まってる詰まってる。いける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 。いける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 。いけるよ。いける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 。よし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 。よっしゃー。勝った。いいね。8万円ゲット。おー、クラスも、あ、1000万クラスに上がりました。クロブライアン。おー、なんか知名度がめちゃくちゃ上がった。いいですねー。500万の条件戦は勝利しました。1000万クラスになりました。副賞にアイテム。馬メダル30枚。馬小屋ゲット。馬小屋。馬小屋。買わなくてももう1頭増えたから、これで1頭増やせる。1頭増やそう。馬小屋。いくらするん？ 1 万円か。立てよう。あ、2頭増やせんじゃん。お、よーし。2頭目。で、ここをさ、大きくしたいんだけど。これで馬が買える？流れも。出そう。もう一回出るのこれ。あ、流れは、勝ってないんだ。そうか。そうやった。こいつは未勝利のまんまだった。でもパンプキンに勝ったから未勝利なんて勝てるでしょ。よし。馬を一頭買います。シャトー系を選んだんで、今度はドサンコ系で行きましょう。さあ、実は未勝利の流れくん。馬いけると共に行きます。ダートの600。さあ、勝てるでしょうか。察し展開にしたんですが、もう今逃げのようになってます。多分スピードが違いすぎる。他の4頭とは。これはぶっちぎるでしょう。ほら、ほら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 。お、強え。こら、強え。お、ぶっちぎりじゃん。タイムの差が違う。3秒もあるからね。はい、500万グラス。学生、知名度フルになりました。はい。ごめんね、流れくん。順番が違って。オッケーオッケー。ドサンコ系、購入希望、3頭来ました。2頭買うか。これ、白馬、最初の初期より強くなってる。D と A が入ってるもんね。E プラスのこのドサンコボーイ。これがいいね。これにしよう。じゃあ、この名前がいいから、影、こいつダートだ。影リッチで。さあ、4頭になりました。相変わらず、お金はカツカツです。もう一個立てよっか。はい。あ、プールも、プール5万円。きついなぁ。はい。7万円です。やばい。破産しちゃうわ。行くぞ。クロブライアン。レースに出ます。1000万クラス。毎週出ないともったいないね、これじゃあ。資金に余裕があれば複数の馬使い分ける。あー、なるほど。だから今 2歳の2匹は芝向き。で、今回買った2つはダート向きってことだよね。こんなにいるかな。4頭もいらなかったかもしんない。とにかくお金がないから、お金がないから、レース出まくって金稼ぐしかないよね。ないよね。よし。クロブライアンの1000万挑戦。6頭ですね。また、新しい馬たちがいるよ。さあ、1個上のランクですが、どれぐらいやってくれるか。やっぱ、逃げてた方が強いのかな。まあ、結果最後、刺してくれると信じてますか。あら？変なコース。変なコース。よし、残り100。さ、追うけど、あ、やっぱ、あ、2位だ。でも、早いね、やっぱり。相手も強いわ。3万6000。羊飼い、ミント銀行、地方競馬。じゃあ、こいつらもう新馬戦出しちゃおう。羊飼い。ここがじわじわ牧場か。立派だな。
羊飼いさんが牧場見学に訪れます。よし。おー、来てる来てる。うん。観光客が増えるとお金が増えていくから。行くぞ。500万人。この流れの方が強いかもしんない。あ、研究しないと。あ、血統が選べる。一発系。根性の続く限り、走り続ける馬。機敏な動きで野山を駆け巡る。長い耳でスタートの合図を逃がさない。一発系でお願いします。うん。やっぱお金ないと何もできない。お金がない。本当にない。さ、流れくんの500万。さっきぶっちぎったから、もう勝てるでしょ。いけ。サシで、まあ、サシのとこおるね。ああ、でもダートだったわ。この子、芝の方がいいもんね。さあ、最終コーナー、曲がって、上がっていく。上がっていく。さあ、残り100。追い上げてます。ああ、強い勝ち方しました。こいつ3連勝じゃない？強かったね、なかなか。お、一発系を扱える。感うますぎ広報特別企画ページとして草競馬開催する。またレース来た。じゃこれも出ちゃおう。こいつら出してもいいかもしれん。これちょっと待ってよ。ダートやろ。うん、これ影リッチにこのうますぎ特別を出そう。でうまいケルで行きます。新しいレースどんどんやっていこう。よし、馬好き特別。頑張ってくれ。今回千葉県。え、長っ。2400? これ美味しいね。影リッチ、スタミナはまあまああります。ドルフィカール・ウコン。オマル・デスキー。ミナコのダンス。後藤立てでした。2400って長くない？前まで800とかだったのに。すごい道だ。あの、障害レースみたいな道になってる。追い上げ。さあ、3番手で残り 100? あ、最後直線がめちゃくちゃ長い。あれ？あ、今の最後じゃなかった。もう一周だ。スタミナなくなっちゃったよ。これはちょっとしんどいですね。これは、あまりにもスタミナがないというよりは、2400とは思わなかった。急に3倍ぐらいの距離だもんね。ダントツ2度目です。残念ですね。残念ながら最下位。タイム差よね。11秒負けてます。まあまあ、最初にしてはいいんじゃないでしょうか。器用マックスってなってる。速度瞬発は速度200もあるからね。スタミナがやっぱりない。これは800。こういうのは、このクロブライアンでいけるんだけど、ちょっとね、鳥山さんが追い込み弱いから、ちょっとうまいケルにしてみます。お、強化完了。技能、速度、レベル2。騎手、ちょっと雇用できそう。横田のりすけ。これ、横山さんですよね。大川部さん。天才ジョッキーと呼ばれる夢を見てます。かわいいえ、この。朝龍太し。朝昇龍ってことかな？こいついいかもね。じゃあ申し訳ないが、おばあちゃん、ちょっと解雇してよろしいでしょうか？本当は車に乗るのが得意です。じゃあ、車に乗っててください。ごめんなさい！で、さっきの朝昇龍を雇用します。ほい、来たー。で、担当してもらおう。クロブライアンに、こいつを乗せます。ああ、じゃあ結構その、もう二人雇って、この家も二つ建てないといけないから、やっぱりお金がいる。お金がいります。こいつらの新馬戦をそろそろ出してあげないと、多分新馬戦はね、もう勝てると思う。そもそもあの初期より能力高かったから、ちょっと様子見て、この二匹でメイン行きたいけど、新馬戦ぐらいは、勝てるようにして。さあ、1000万クラス。
機種を変えました。行ってみよう。スタミナをさ、鍛えて、スタミナがあるやつに、さっきの長いレースに出てもらおう。で、短距離は、もうこいつに任した。いいよ。お、これは、どうですかね。よし、よし、行け、行け。あ、うわ、速え。うわ、速え。うわ、めちゃくちゃ速いね。一着の馬が。反復横跳び。反復横跳びだ。反復横跳びが、やっぱり、強いや。強い。何においても反復横跳びが最強っていうのが分かったね。じゃあ、新馬戦に出ましょう。ふとしくんで、初めての新馬戦です。騎手をもう二人雇いたい。雇って、馬の能力を上げていくアイテム買って、能力の底上げをしていきたい。いつ G1 勝てるんかな？馬たちの年齢が上がった。あ、やっぱ上がるんだよね。3歳になりました。今後は能力の伸びが鈍るかもしれません。3歳は、あれか。伸びがないから。てか、流れくん、めちゃくちゃ強いね。優秀だ。で、この子ら、なんか、もしかして大したことないかもしれない。よし、すいません。ふとしくん頼みますよ。4枠ですね。ああ、白がいいな、やっぱり。白馬っていいね。もう追い上げてる。そうよ。スタミナはあるから。スタミナはあるから、もう全部ダッシュして、ゴールまでダッシュして、余らさないで、スタミナを。ダッシュダッシュ。あれまー。あれまー。ちょっと、きつい結果になりそうな気がしてきた。こいつらで、勝っていくしかないか。うまいけどで。わ、マジか。ちょっと、この子ら、期待できないかもしれない。だいぶ、お金貯まってきた。20万超えた。じゃあ20万超えたんで、家を建てよう。騎手をもう二人雇うための家を建てようかな。はい。はい。建てました。で、騎手も二人雇う。あ、また新しいの出てる。岡部さんがいなくなった。西部劇に憧れて乗馬を始めた。あー、能力高いよ。じゃあこいつで。さっきの岡部さん出るまでちょっと待ってみようかな。家建てましたんで。こちらへどうぞ。こいつらで金を稼ぐしかない。よし、来たよ。この流れくんは優秀なんで、連勝記録がかかってます。大外だ。やっぱ1000万クラスになると結構早かったね、スピードも。スタミナもまあそこそこついてきたからあると思うけど、よし。そっからよ。大外刺して、大外刺して、いやー、厳しい。厳しいなぁ。なかなか1000万が上がれんなぁ。なかなか厳しいね。ちょっとまずいなぁ。こいつで勝てなかったからね。あれ、条件戦が落ちてる。もう一回これに出て、お金だけ稼ごう。500万の条件戦ってどうなんですかね。前と変わらんやつ。で、勝てるならもう、格下のをずっと出した方がお金になるじゃん。だって能力は下がらないんだから、上がることはないけど、下がることはない。ってことは、一番いいところで、毎週出てもらって、稼ぐ。それがいいんだ。このクラスになるとね、もう余裕だね。もう余裕で勝ちですよ。おー、早い。ってことで、1000万クラスのレベルが相当高いよね。8万ゲット。よーし、いいぞ。結局、その、今の3歳の子らは、もう能力上がらないから、この2歳馬たちに頑張ってもらいたいんですが、どうもね、能力が足りてないと思う。あのクラス以上の能力値じゃないと、3歳馬以上の能力値じゃないと勝てないってことだもんね。だからどうやってもちょっと厳しいような気がするね、この子らは。相変わらずね、ソフトクリームがめちゃくちゃいい売れ行きになってますんで、これがじわじわ牧場の稼ぎ頭になってます。さあ、何かできることがあるかな。お金があるんで、騎手の腕を上げていこうかな。馬を上げたところでね、もう限界が見えてますんでね、とりあえず騎手の特別指導を行っていきます。指導すると多分ですね、時給が上がるんですよね。時給が上がるってことは、また維持費がかかってくる。1しか上がらない。あんまり上がらんかな。鳩場さんは大成功。
絶対的な底上げをするとなると弱いのを上げていくっていう方がいいのかもしれない。これで見るとうまいケルって実は大したことないんじゃないっていう気がしてきた。まあ、こんなもんでしょう。この3サイバーがねどこまで活躍できるのかっていうのがわからないんで、一周とりあえず終わってみてからどうなるかっていうのが気になりますね。今月は新馬戦、影リッチ新馬戦ですか。強くないからね、2歳馬が育ててないからなんだけど、さあ頑張って。そもそもねダートの馬なんですよこの子。ダートの馬なんだけど新馬戦出てみるともう芝ばっかり丸なんでね、走れないことはないね。この辺からなんかもう勝利の匂いがしないですよね。まあこんなもんでしょう。もしかしたらこの2頭はですね今後出さないかもしれません。もしかしたら稼げる勝利できるところ格下げしてでもお金を稼ぎに行きます。多分上に行けば行くほど観光客の人が増えると思うんだよね。だから結局上に勝てないと意味がないんでっていうところを考えると、最終的にはやっぱり金です。このゲームはお金が全てです。お土産買っちゃうか。買います。よし、お土産買いました。3万円か。3万円はちょっと今無理。未勝利戦に勝ったら買いましょう。でここが難しいところで、この3歳たちが引退するまで多分買えないですよね。馬は一発屋の馬がそろそろ欲しいんですよ。じゃあお願いします。これダートだ。ここはね圧勝してほしいところではありますけど。スタートした。差しに回っててもうね、やっぱりタイムが多分全てなんでしょうね。もうなんか負ける気がしないんですよねこのクラスは。てかむしろ負けちゃダメなんだけど。はい、一着。まあ、これでねお金を稼いでいくしかない。はい、次こいつらだけでいいでしょう出すのは。あ、これね、一回出してみようか。何でもいいからレース出てお金稼ごう。これも牧場経営のためだ。じゃあお店建てます。お店をここに建てます。はい、このお店もですねお金を使っていただきたいところですね。勝ち方がかっこいいってことだよね。追い込みと逃げ場、そうすることで知名度が上がるよっていう感じですかね。まあ、実際の競馬も逃げ馬とか追い込みの馬っていうのもやっぱかっこいいですよね。私がね競馬、実際の競馬で好きだった馬は最近で言うとやっぱパンサラッサの天皇賞秋の逃げ、あれはなんかやっぱすげえなと思いましたね。いや、あんなに大逃げするかっていう、あそこまでね逃げて勝ったか、まあ勝てなかったですけど2着まで残したっていうのはすごいと思う。まあもちろんね馬券は外れましたけど。これは一番最初に勝ったレースですね。はい、一着。もうこの辺でお金を稼いでいくしかないよね。あ、知名度がマックスになりました。はい、じゃあこの子らも出しますか。そろそろこの子らが出るレースがないかもしれない。スタミナがいるやつにしかレースがないんですけど、この子らでいっぱいいっぱいになってたから多分あれは勝てないと思うんですよ。ってことはちょっと疲労が多いんですけど、流くんに8万円稼いでもらいましょう。朝青龍がいいかもしれない。でどうですかね、お土産屋さんとソフトクリーム屋さんめちゃくちゃ繁盛してますね。本当はこのパネルとかも鍛えていけばお金が増えるんでしょうね。まあ、ひたすらちょっと続けていくしかないですね。動画では結構飛ばしちゃってるかもしれないです。はい、500万。さあお金を稼ぎに行きます。いやー、 G1 まではねほど遠いね。そんなやっぱ甘いもんじゃなかった。流くんと最初の初期に勝った馬、この2頭を比べるとやっぱ流くんが一番強かったなって感じですよね。だから特化したっていうよりは全体的な底上げした方が強いのかもしれないですね。よし、
安定の一着。太いよね、8万円って。8万円は太いです。じゃあ、品質のアイテムを買って、ポスターを使います。価格、料金と品質が大幅にアップ。相性がいいと。じゃあ、お土産屋に品質の種を。プラス 5%。品質がアップ。効果は丸。なるほど。これのポスター使って、150円アップ。うん。いいですね。ナイスですね。お土産屋が2200円儲けるようになりました。ん？これ、馬を優先するより、こっち側優先した方がいいってことないですかね。何も出さないよりは、もう出して、ちょっとでも稼いできてください。あれ？ちょっと待ってよ。売却する？あ、売却できるよ。あ、マジ？売却できる。マジか。マジ？ちょ、どうしよう。売却、流れくんはまだ稼げるから、やっぱこいつら、売却しちゃおう。ごめんね。ロサンコくんも。はい。今までありがとうございました。というような顔をして、乗馬くん。ごめんね。ってことで、お金がこれで増えたんで、一発系、雇います。あ、なんかやっと進むわ。ようやく。一発系の購入希望を出したところ、業者から4頭の馬が来た。ヤマト大作。ファイソール黒光。ヤマト魂。うん、一頭ずつちょっと見ていきます。ああ、これが伸びしろか。器用さがない。で、芝がダメなんだ。全部ダートだ。ダート馬。全部ダート馬だ。で、伸びしろは全部一緒だ。伸びしろ全部一緒なんで、まあ一番高いのでいきますか。ヤマト大作くんで。いきます。いや、とりあえずね、1頭にしときます。で、もう一回なんか来た時に違うのを選んで、どんどん研究していこう。さあ、今回も1000万円に出ました。いや、勝てるかな？もう能力の限界値を迎えてるし、調子も良くないから、期待はしてない。作戦も変えてみようかな。逃げにしてみようかな。お！いける？いける？いける？あ、勝った！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 やった！すげえ！おぉ！すごい！ごめん。甘く見てたわ。黒ブライアン君の能力を。勝ちました。あー、これは嬉しい。進歩しましたね。進捗が上がりました。よしよしよし。アイテムもらいました。馬メダル30枚。お、ミント銀行。創業50年を記念して草競馬。あ、また競馬だ。ミント銀ステークス。ダートコースを設計。で、これ建築の、この、ちょっとよくわかんないんですけど、この枠が欲しいんですよ。もうちょっとね、いっぱいいっぱいなんで、例えばこれらをずらすとか、そういうこともしていきたいんですが、4頭来ちゃうとやっぱ4ついるんだよね。余っちゃうから。今回はちょっと照れな、いやいや、出せ出せ。やっぱ出すんだ。やっぱ出してお金を稼がないと、こちらは意味ない。もう関係ない。もう関係ない。このポスターとか、アイテムを買って育てましょう。これも買っちゃおう。競走馬用の技能を3つ入手しました。アイテムを使っていこう。このパネルにポスターを。よしよし。全投入。なかなかいい感じです。これに湧き水を入れまくる。300円。お、いいですね。もう一回。225円。いいですよ。さあ、新馬戦。新馬戦っていうのはね、一生に一回しか来ないですからね。それを不得意な芝で出場させてますからね。じわじわオーナー。本当なら勝ちたいんだけどね、全部。置いてかれてない？大丈夫？置いてかれてるよ。まあまあ、まだ若いですからね、馬が。今から鍛えていくようになると思うんで、これからが期待です。まあ、1万円。ゲットしました。全然 OK です。フリーター、働く意欲が大幅にアップした。この銀ステークスにうちのエースを出します。乗り換わりもなしで、うまいけどで行きます。競馬新聞は休憩所やお土産屋で効果的。いります。だから休憩所やお土産屋でしょ。お土産屋をめちゃくちゃ上げて500円アップ。すごい。魅力もアップ。もう一回。お土産屋がめちゃくちゃ儲けれるんじゃないかなと勝手に思ってます。ダートコース建築できるようになりました。できるようになったんですけど、場所がね、もうないんですよね。1600万はやっぱ勝たないといけないですね。
勝たないといけないんですけど、まあ1600万はやっぱちょっと厳しいんかなと思ってますね。さっきの1000万クラスでギリギリでしたからね。だいぶ良くなってきたよ。あ、来た。銀行レース。さあ、うちのエースが行きます。3番。いや、4番でした。800なんで短いからスタミナはいらない。うまいケルがもう名前だけじゃないっていうところを証明してほしいですね。うん。いい感じ。いい感じ、いい感じ。いい感じ、いい感じ。おー、流して、流して勝利。よっしゃ。いいね。炎マークなかった。5万2000、ゲット。農家と羊飼いが地面で上がりました。流れブライアン、優勝。預金残高もうなぎ登り。アイテムくれました。馬メダルと、設計図、客車、カフェ。カフェね。よし。まあ、カフェを開いてももう置くとこがね、ここぐらいしかないですよね。あ、農家が来たよ。流れブライアンが育った牧場に何か強さの秘訣が取り入れたい。おお、どうぞどうぞ。結構ね、いいお土産とかソフトクリームとかあるんで、ぜひぜひ来てください。美味しいって言ってる。だいぶね、お金を稼げるようになってきた。あ、カフェが建築できます。これにスタミナをつけると、95%。ゼロでも 95% だ。よし、行け！頑張れ！どうかな？よし！黒ブライアンがスタミナ200になりました。あれ速度、あ、なんだ、1個だけじゃないんだ、つけれるの。だから強くなったんだ。もう今更だよね。これで底上げできるんだ。はい、速度を習得しました。よし、オッケー。プラス40、お、強くなったね。どんどん行こう。じゃあ1600万を黒ブライアン組んで行ってみよう。マイケルで行こう。まあ、期待はしてない。期待はしてないから、過度な期待はしてない。だからこれも技能を張っていかないとダメなんだね。それで底上げをすると。プラス80スタミナだった。あ、200が2つ超えましたね。もうほぼほぼ成長はないです。これ以上。行けるとこまで頑張ってもらいましょう。お金を稼げる間は、ちょっと申し訳ないけど、頑張って。さあ、1600万のレースです。さあ、勝てるかな？さっき、逃げにしようって言って、そしたら追い込みに勝ったんだよね。ってことは、追い込みのまんまでいいよね。で、今、技量をつけたんで、相当速くなってると思うんですよ。追い込みの時点で今、ここですからね。ポジションが。今回は、距離が長くなったんですけど、スタミナもつけてるんで、スタミナも申し分ないと。ほら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 。結構速いでしょ？あ、全然違うじゃん。あれをつけるつけんで全く馬が変わった。はい、一着は1600万。勝ちました。11万円ゲット。クラス G3、とうとうオープンクラスに上がりました。おー、めちゃくちゃ上がった。よしよしよし。G3 になりました。中央の馬連盟の総長。G3 挑戦。馬連盟が主催します。あ、そうですか。なんかもらいました。種付けが可能。子馬が欲しいときはメニューのコードが種付け。種付け？あ、2頭出走できます。よしよし。馬小屋をゲット。種付け。これだ。これ仮に、これと、あー、なるほど。遺伝因子っていうのが残る。底上げだね。底上げしようよっていうこと。はー。でもまあまあ、費用がするよね。だから、引退じゃなく、売却か、こっちの方で因子を継いでいくかっていうことなんだね。でももうちょっとね、稼ぎたいんで、この子ら。この子らでもうちょっと稼がしてもらいます。すいません。で、これも、もう勝てるから、新馬特別競争なんですか、それ。一気に勝ったから、やることがめちゃくちゃ増えてきた。全然追いついてない。梅の実ステークス。パンプキン男爵。あ、これに勝ったら、周りがいける。花壇の整備。この前レースで目の前に走る。黒ブライアのファン。いいですね。見学者が来るのは。いいですよ。お金をね、どんどん落としていってもらって。うちにね、お金を落としてもらったらですね、その暁にはもっと感動するお馬さんが見れると思いますんで、皆さん、よろしくお願いします。ちょっと待って、売却益を見たら、これいいよね。お金にするか、能力を引き継ぐかってことなんだ。あ、
記事見てなかった。リーリンリン。リーリンリン。リーリンリン。なかなか能力高い。ダイナマイケル東。覆面を取ると3キロ太ります。なんで？今のままでいいでしょう。坂道コーツ建築。次のレースで、パンプキン男爵のレース。あれを買って、土地を広げたい。そんなにお金が貯まってない気がする。あ、そうだ。カフェ開くの忘れてた。カフェ開こう。はい。さあ、ちゃちゃっとね、流れくんも G3 に行ってもらって、グレードレース2頭出ししたい。2頭出しすることで、勝利数が格段に上がるはずなんで、それを狙っていきます。おー、出遅れた。ここはね、勝てるでしょう。もし負けるようなことがあれば、種付けです、この子は。そんな大外回してどうすんの？これ負けるんじゃない？あえて不利な方を言ったね。ちょっとうちのエース種に出していいですか？ちょっと今のはないですよね。まあやったことないんで一回ちょっとこれで出します。因子を引っ張りたいのはもともとシャトー系だったので、まあスタミナを上げていきたいなと思うんで、一発系この子にします。これすごいよね、能力が。この辺がちょっとよくわかんないけど、じゃあこれで種付け返します。はい、一発系牝馬の牧場に到着しました。相手の牧場に移動しました。子馬の誕生を祈りましょう。あ、いなくなった。じゃあこいつで、黒ブライアンで、これだ、これに勝たないといけない。じゃあ馬いける。でだいぶ繁盛してきた。土地を増やして坂道コースとかも作って、いらないものを撤去していきたい。もう狭いもんね、明らかに。だいぶお金を稼げるようになりました。で、子馬はいつ来るの？400円。これがね、あのコーヒー一杯が1500円とかだったらやばいよね。私1500円のコーヒーだったらもう生きてないかもしれないですね、お金なさすぎて。円熟した魅力が増していますが、ちょっと丈夫さが衰え始めていて、回復力も弱くなります。あー、そうか、もう4歳は結構厳しくなってくるんだね。まあまだでもいけるでしょう。頑張ってくれ。そう、このレースは勝たないといけない。2回目の待ちです。スタート。本当は G3 出たかったけど、土地を広げたいからこっちに出ました。流れブライアンがね、あんなに弱いとは。末足。あら、また負けちゃった。かぼちゃ男子。あ、でも太い、賞金が太い。とりあえず勝つ。鳩場さんで。これはね、維持費がね、かかってんだよね。何もしてないのに。君はポスター。あ、もう上がんないわ。頭打ちかもしんない。頭打ちの可能性が高いっすね、今の。あ、カフェには使えない。だからお土産屋にぶち込みます。210円。相性が良さそう。ポスターは見学施設なので使っちゃおう。いい感じにお金は増えてきたけど、あのパンプキンレースに勝たないと土地が広げれないから、まあお金も稼げない。はい、大和大作未勝利戦。ここは勝てるんじゃないの、さすがに。うん、大丈夫そう。あ、強いね。スピードはそんなにないんだけど、スタミナ減ってないからね、全然。よーし、 OK。 うん、ってことはやっぱりこの引退するかもしれないから、馬もやっぱ定期的に買っとかないとダメかもしれないね。栄養ドリンクの飲まして出させよう。お、ほぼゼロ、ほぼゼロよ。出ます。もう一回行ったら勝てるかな。20万あるんで、お土産屋とかを上げていこう。4000円ぐらい行きそうだね。休憩所って何にお金かかってる？ふう、安らぐって言って2000円取られてる。めちゃくちゃな商売。さあ、パンプキンマッチ来ました。次は勝ってほしいな。お願いします。そうそうそう、前に出とけ。そいつより前に出とけ。うん、いい感じ。展開はいい。あー、でも来てる来てる来てる。そのまま。そのままよ。そのままよ。よしよしよし。
わかった、よかった。はい、オッケー、17万円ゲット。いや、すごいな、グロブライアン。やられました、乾杯です。土地権利証売りましょう。土地権利証入荷。もしかしてこれで10万円。おー、広がった。いいですね、広くなった。お、流れブライアンと一発系牝馬の子馬が誕生しました。あ、来た来た来た。流れブライアンも子馬を産んだのに帰ってくる、このシステムすごくないですか。あ、かわいい。これ3ヶ月で大人になる。シャトー系になっちゃったんだね、これでいくと。よし、初めての G3 です。今回はこいつに変えていきます。あー、馬がもう一頭増えた。もうごちゃごちゃしてるね、汚いもん。なんかお金貯めて坂道とかその辺の建築ができてるんで、これですね、ダートコースと坂道コース、これをこの裏に建てましょう。いらないものを撤去します。さあ、来ました、 G3 杉並競馬。さあ、初の中央です。なんか綺麗、絵が綺麗。あ、音楽も変わった。どうかな、グレードレースだから強いよね、みんな。距離はね、1400m やから距離は足りる。あとはスピードの問題。いやー、買ってほしいな。あと300、先頭の2人が速いな。さあ、最後直線。あ、いあれ、1着の馬速いね。うわ、速っ。わー、強い。でも2着、二人大好き、二人好きじゃん。それでも6万円入るんだね、2着で。惜しかった。さすがに強敵揃いですね。もっと強い血統の馬を買うか、種付けを繰り返して強い子馬を誕生させるか。ああ、やっぱ、どん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 、因子をね、作っていくってことだね。馬娘と一緒だ。まあ、ダビスタとかもそういうことですね。で、この子供たちが、この子供だよね。流れブライアンの2号。流れブライアンも、実はここにいるんだよね。流れブライアン、ここですね。流れブライアン、ここにいて、もう子がここにいる。だから、種付けしても戻ってくる、競走馬は。という、ちょっと意味がわからない、謎なシステムになってます。ってことで、じゃあ、流れブライアンに出てもらって、距離が長いのはダメなんで、1000万。でも、勝てないからね、もう。騎手も、太しで、いきます。この子が新しく来た大和大作くん、これ強いよね、パラメーターも。この子も育てていかないといけない。で、これがあの因子のゲームになってるっぽいんで、因子を少しずつ考えていかないといけないんですよね。まあ、この辺はやってみたら分かってくると思うんで、少しずつ理解していこうかなと思ってます。だいぶお金が増えてきたんで、とうとうこのダートコースと坂道コースを建設していきます。大きくない？大きい、大きいっすね。大きいからた、これ横にできないの？横できないんだ。回転ってないもんね。あらまあ、ちょっと予定と違うんですが、坂道は置ける。坂道を、じゃあ、あのダートコースを置きたいんで、一旦、ちょっとこれ、撤去しましょう。もったいないよな。撤去しましょう。撤去しましょう。ごめんよ。こいつらも、ちょっと撤去します。この木も、ちょっと撤去します。あら、先に1000万条件戦が来ちゃいましたね。大阪です。流れくんはどうしようかな。これ勝てんかったらもう最悪引退させようかな。差しに回ってます。ポジションはいいんじゃないの？あれ？ちょっと待って、強くない？めちゃくちゃ強いじゃん。あ、すげえ強い。ごめん、前言撤回です。現役続行します。これオープンいけるな。これオープンいけるぞ。で、G3 まで上がったら、あの G3 戦で2頭出そう。2頭出して、どっちか勝てばいい。ってことで、大和大作くんも出します。なんか、馬いけるよりやっぱ、太心がいいかもしれない。太しでいきます。で、建築。でかい。本当にでかい。じゃあ、ここに。はい。もう一個。坂道。じゃあ、ここで。通常の最初からあった、これか。これも、ここ。やっぱ広くなってきたね、だいぶ。あ、土地の権利書売ってる。土地の権利書売ってるけど、22万円
だからちょっと買えないですね。もうちょっとお金貯めよう。ちょっと雇用見てみようか。岡部さんは、いない。安藤夏子。これ、高いね。木村幸助。あ、これも高い。ドットフルンコリー。デッドオリか。追い込みの力がすごい。46,000。幸助。これ、調教師だね。じゃ、こいつに乗らせば、技術が上がっていくってことか。てか、この安藤夏子の方が気になる。今、3人いるんだっけ？騎手は。あ、3人か。うまいける、鳩場さん、太し。これ、うまいける、終了？もしかして。うまいける終了だな。うまいける。ごめん。ようやく仕事に慣れたのに。ごめん。ちょっと、もう少し、能力が高くなってきてから来てください。ごめんね。これから名馬育てられる予感がしてたのに。そうなんだよね。じゃあ、騎手2人。雇いましょう。この安藤夏子と安藤夏子、木村幸助、この二人を雇います。こいつも雇います。この調教計画の指示にこれ載せれるんだよね。で、鍛えたい人を載せたらいいってなんか書いてあったんで、一応こっち側の4歳はもう能力的に限界来てるので、まあ上がらないので、ちょっと2歳のこっちに先ほどの幸助を担当させます。で、こっちは安藤夏子。あ、ちょっと待てよ。安藤さんより、あ、馬術こっちの方が高いな。鳩場さんで。で、馬も購入していかないといけないんですが、もう購入はせずに種付けしていきたい。今回は、この2頭で G3 に出す。ただ、だいぶ疲労度が下がらなくなってきた感じなんで、毎回、出走できなくなってきてますね。流れブライアン2号がそろそろ成長しそうと。あと1ヶ月。うん、早く来てほしいな。で、これらがもし成長したら、この2匹はもう引退していいんじゃないの？はい、500万来た。大和大作。まあ、ここもね、勝てるとは思うんですが、どうですかね。スタートしました。今、差し展開で3番手の位置にいます。ちょっと怪しいかな？ちょっと怪しい？いや、大丈夫でしょう。残り100だもんね。よしよし。オッケーじゃない。オッケーじゃないって。なんで刺されるん？ダメだよ、それは。スタミナか。スタミナ乗せてるんだけどね。スタミナめっちゃくちゃあるよ。よし、出よう。アンドーナツで。こいつ強そうだな、この騎手は。流れブライアン2が大人に成長しそうですよ。おや。これ、ポケモンのやつじゃん。一発系の競走馬へ成長を遂げました。あ、一発系の競走馬になったって。瀕死の受け継ぎ。うん。あ、すごい。これでどんどん上げていくんだ。B。瞬発高い。あ、でも、初めからもう100近いから、やっぱ初期よりは強い系と、うわ、一発系になっちゃったから、芝が弱いわ。森のクマックス。特別調教師。特別調教依頼していただければ、みっちり鍛えてあげますよ。結局、金か。さっきも言ったんですが、流れブライアン、次出してるんですけど、もし、勝てないんであれば、引退です。引退というか、この売却っていうのができるんだよね。売却して、この金額がバコって入るから、もうこの子はこう産んじゃったんで、もういいかなと。次世代に受け継がれます。まあ、売っちゃえばすぐお金手に入るんですけど、やっぱりかわいそうだよね。ちょっとかわいそうな気がするけど、まあ、ビジネスでね、かわいそうなんて言ってられないですからね。だってもうずっと休んでるもん。さあ頼んだよ。引退試合になるか。G3 になったらね、2匹同時に出せるんだけど。まあ、安城がね、なかなかいい騎手乗ってるんで、まあ、それがどう転ぶかっていうのがかかってますよね。うん。どう？あと300。あ、大丈夫じゃない？わ、大丈夫だ。これさっきみたいに刺されることはないですか？ないですか？追ってこない。あ、OK。引退は免れました。はい、G3。
G3 まで来ました。ようやく追いついてくれました。クロブライアンに。お、なんか来たよ。メグコム大賞典。こいつ、もう出れるんですかね。スタミナをちょっとつけますか。はい、OK。低いのは器用。器用を、じゃあ器用をつけますか。はい、OK。都心場特別競争10万円。じゃあ、ちょっとこれに出てみましょう。ずっと乗ってたのアンドーナツ。うん、こいつで攻めます。次、この疲労が下がったら、この2匹で G3 一回出てみます。初チャレンジですが。で、どんどんいただいたレース名、あれをクリアしていった方がいいと思うんでね。アイテム増えたりするから。アイテム増えて、お店の数も増やせば、さらにお金が貯まる。お金が貯まれば、騎手馬の能力が上がる。もしくは、新しい馬も買える。ってことですよね。ってことは、やっぱり、お金が全てです。よし、来たよ。どういったレースなんでしょうか。これめっちゃ強いよ、やっぱ。初期に比べたら。うん。行ってみよう。6頭立てか。短いのかな。サシ展開で、あ、まあ、1はサシですね。あと200。そろそろ、折った方がいいんじゃない？折った方がいいって。折った方がいいって。1位の馬。あ。また間違えた。2周だったんだ。炎がなくなったけど、炎なくなったけど大丈夫。炎印って何なの？炎スピードだったんじゃない？あれ。スタミナ持ってます。スタミナ持ってて、あ、勝った。持って勝ったってやつだね。新馬戦初勝利10万円。一気に1000万クラスになりました。おー、すごい。特別競争っていうのは、あれかな。階級を1個飛ばして走れるレースのことだったんでね。すげーな。あ、60枚もくれた。練習場、スラロームが建築。スラロームってなんだ？いいね。これ期待の馬が出てきましたね。新レース1000万特別。さっきのやつ。あ、違うな。さっきのやつ、特別、1000万特別ってなかったもんね。これだね。12万円。結構強いと思うよ。連チャンしてもよかったかな。どうですかね。疲労もいいんじゃないの？二頭出し。スラロームが建築できるようになりました。よし、二頭出し行こう。G3。これ勝って12万円からね。あ、15万円。ふとしと、アンドーナツコ。うん。20万、20万。気持ちいい、これ。新鮮。初の G3 へ。初出走です。楽しみ。まあ、初期に比べたらだいぶ安定しすぎたかな。このセーブデータはね。ただその配置に関してはものすごくセンスはないっていうのは自分でもわかる。森の契約書買いましょうか。30万あるんで。クマックス。特別長期4つ増えました。スパルタ方式で。徹底的に鍛えてあげますよ。馬メダル使うのか。速度がね、ぐんと上がってる。で、忍者。これもぐんと上がってるね。タフネス。折り紙マスター。うん、やっぱ矢印がね、違うもんね。まあ、結局、ちょっとお金が高いなって感じ。まあ、今のままでいいか。さあ、ついに2頭出走します。初2頭出しの初 G3。1400メーター。8頭立て。急に多くなった。さっさと。相変わらず、二人とも、遅いですね。スタートは遅い。で、これ結果楽しみ。どっちか勝つんかな？それともどっちも勝てない？追い込み度差しですからね。同じとこに今、位置取りはしてる。残り300。流くん良さそう。あ、来た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 。お、すごい追い込み。すごい追い込み。あ、でもなくなっちゃった。あ、4着と6着。ニジン大スキーだ。結構強かったね。じゃあ、種付けしよう。クロブライアンの。クロブライアンにさらにシャトー系つけます。いってらっしゃい。流れくん、ごめんなさい。売却します。もう成長見込めないんで、お金になってください。くぅ。今までありがとう。さよなら。来年の人生も頑張って駆け抜けたいと思います。というような顔をして乗馬クラブに引き取って、引き取られていきました。今からはね、次世代の子が頑張るから。それを見ていってください。じゃあこの馬好き特別2400ですけど、ちょっと出してみます。アンドーナツ子で。新鮮。
いや、2400ってね、長すぎるよ。実際には。土地の権利書買います。おー、いい感じ。広い広い。いろいろ建てれそう。この辺でお店を並べることによって、お客さんの集客と回転率の速さ、これが変わってきます。だから、馬たちは奥に行けばいい。お客さんは最前列で集客しましょう。写真を撮ってる。写真撮って800円って出たから、まあ、コースも写真撮らした方がいいのか。馬好き特別。さあ、前回ね、2400、すごい長いって言ったレースですね。スタミナがね、持たないよね。間違えんだよ。2周だからね、2周。差し展開で、もう炎があとちょっとしかない。これ大丈夫かな？スタミナは大丈夫そうだね。あの炎って多分追い上げするときに使ってるやつだよね。使いすぎじゃないですか？なくなっちゃう、なくなっちゃう。あと6。6どこで使うの？このまま。このまま行けば6で15。おー。なんか前回と全然違う。安定してる。あと200。でも後続が全くいない。独走状態。あ、スタミナ？スタミナ切れた。あ、後ろから来る。後ろから来るって。後ろから来る。大丈夫？大丈夫だよね。大丈夫だよね。よし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 。あぶね。あぶね。負けたかと思ったよ。よっしゃ。勝ちました。馬好き特別。馬すぎ特別ね。候補。馬メダルゲット。まあ、これでどんどんやっていこうか。次のレースも、OL 来た。OL も見学に来た。こいつにちょっとこれ出さしてみようかな。ちょっと行ってきてもらえる？これはね、安藤夏子で行ってくれ。この子に特別調教でマッサージしてみて、どんぐらい下がるんやろ？ 3？ え、全然じゃん。これはちょっとやらない方がいいかな。これスタミナがね、200あってあれぐらいだから、スタミナをちょっと上げてみようかな。大成功。22？ お、すごい上がる。メグコム大商店。ね、2400。長いから。で、これに勝てばね、熱いよ。差しに回してます。G243 っていうのを、あんまり使わないように、一周目行ってほしい。いいよ、そのまま。そのままそのまま。大丈夫だから。前も、つまらんね。なかなか詰まってこない。あ、追ってる追ってる。追った追った。安藤夏子。あ、スタミナがない。やばい。うわ、スタミナ切れちゃった。うわ、マジか。うわ、スタミナ切れ起こしちゃったな。ちょっと足らんかった。200でも足らんのんじゃね。あ、これ、スラローム。これあったわ。スラロームをちょっと。じゃあ、ここに置きます。はい。スラロームってなんだ？大作。大作まだ500万か。大作500万でよ。専門の。今回、太子で行こう。はい。お、来た。黒ブライアン。シャトー系牝馬の子馬。来た来た来た。もう黒ブライアン君も、売っちゃいましょう。うん、もうマックスだもんね。4歳だし。じゃあ、今までありがとう。いい子だね。次世代に引き継ぎました。成長するのも結構早いもんだね。で、こいつらもそろそろ種付けしていかないといけない。ああ、種付けしたらやっぱ強いわ。ここ、この伸びしろ？伸びしろがやっぱすごい。で、ここで行くと流れブライアン2号は器用を上げた方がいいんだ。因子で。そういうことだ。器用。器用いないわ。ダメだ。レースに勝ち続けるしかないか。一旦 G3 また目指すしかないね。さあ、500万条件。大作は勝てるでしょう。で、強いもん、普通に。太し、差しなんだから、追い上げちゃダメだよ。最後の直線で足を使ってくれないとね。おー、もう1位だ。追ってる追って。よし、OK。一着だ。1000万クラス。今2頭1000万クラスだね。1000万特別。ちょっとこれが気になったから、これを出そう。安藤夏子、新生。1000万特別って、
やっぱ強そうやね。普通の1000万よりは強そう。さあ来ました、1000万特別。相手は粒揃いなはず。それでもね、勝ってほしい。刺しが多い。そんな追い上げ使って大丈夫？今いい位置。あーでも追い上げなくなっちゃう。やっぱ基礎スピードが違うんだ、このクラス。逃げ馬がめちゃくちゃ強いもん。あ、もう一周だ。でも追い上げ炎ないよ、もう。みんなもしかしてないの？追い上げ。スタミナ勝負になってる？これ。あ、まだ前おるんだ。黄色がいる、黄色が。終わった。スタミナ。あ、スタミナ切れた。終わった。終わっちゃったよ。早っ、あいつ早っ。結局、一着の馬、クグ82がめちゃくちゃ強いね。だってもう画面から見えなかったもん。小上げしてから挑むべきなのかもしれない。じゃあ、こいつ、種付けもうしてみようかな。種付けしてみよう。でバランスよく、この二つが、因子引き継いだから、どうしよう。器用さがないんだよね。スタミナ上限欲しいな。もう一回一発系と種付けしようか。じゃあこれで行ってみます。はい。頼んだよ。競走馬一頭しかいなくなっちゃったよ。大作もいっぱいだもん。これ、さっき勝てなかったよね。もう一回出そう。太しで。やっぱ因子で強くするしかない。このゲームは。ってなるとやっぱ時間もかかる。めちゃくちゃね。さあ。2回目のめぐこむ記念。めぐこむ大商店。これもね、2400でちょっと長いから、スタミナ勝負だよね。まあ、それでもやってみるとわからんから。ふとしくんが、スタミナを温存する乗り方してくれれば、まだチャンスはあると見てます。この調子でスタミナギリギリだったら、もしくはなくなったら、単純にもう基礎スタミナが、足りないってことになるんで、因子から引き継いでいかないと、このレース絶対クリアできないですよね。まあ、残り半分。まあ、スタミナはこのままいけば持ちそうな気がするけど、追い上げを残したままいけるのかどうか。みんな、早くない？あ、でも団子状態だね。結構団子状態だ。青が少し遅れてる。最下位。厳しいなぁ。なかなか厳しい。コウマの成長。これ、あれですね。前回のクロブライアンの子。クロブライアンを種付けしたんですけど、このシャトー系で組んでみました。シャトー系に組むと、この速度瞬発のプラス50が2倍になりました。ここですよね。瞬発と速度のこの枠。ここが増えました。全体的に増やしていきたいんですけどね。この辺の調教環境もだいぶ変わって、で土地も広くなってます。現在は馬は2頭、種付けした馬は4歳だったんで、売却してお金を得ました。で今3頭ですね。3歳と2歳と1歳、それぞれがいます。このヤマト大作くんももうそろそろ限界が見えてる。ような気がしますんで、この子も種付けに出します。で、この流れブライアンくんの、これ2世ですね。2世なんですけど、この2世も早速種付けに出しました。で、2世から種付けしてどんな因子を継ぐのか、で、どんぐらい強くなるのかっていうのがちょっと気になってですね、最速で種付けしちゃいました。これ前回の動画に残ってると思うんで、そちらも見てください。クロスターも出れるんで、早速出ちゃいましょう。新馬特別競争。で、この新馬戦と新馬特別競争の違いは、多分賞金がこれ3万円高いですよね。多分こっちの方がレベルが高いんですよ。でも、初期のやつって一戦して、まあ新馬戦って一度しかないですけど、初期のやつは勝てなかったんですよね。普通の新馬戦でも。でも、因子をもらった馬、この流れブライアン2号の時にですね、走って勝ちました。なので、これをすぐ出しても勝てるんじゃないかなと思ってますんで、早速、この走る専門ですね。担当がいない。
走るレース専門の安藤夏子に依頼します。だいぶお金がね溜まってきたんでちょっと嬉しいですね。技能もつけましょう。やっぱスタミナはいるよな。はい、オッケー。根性でいくか。根性でいこう。はい、オッケー。これでもう安心ですね。じゃあとりあえずこう待ちたい。流れくん2号のこう待ちたい。さあ、新馬特別です。さあ行きましょう。芝ですね。新しい馬ですが。どうでしょうか。追い込み、安藤夏子、追い込みは、まあまあ優秀だったと思います。あ、もう一周か、これは。いやー、綺麗ですね。芝が綺麗。芝が綺麗ってことは、前有利ですよね。本当の競馬で言うと。お、上がってきたよ。あと2頭が前にいます。どうかな、どう届くこれ。届かんじゃん。ダメだ。負けちゃった。3万円ゲット。未勝利になりました。そうか。負けちゃうんだ。ん？ロケットスタート。逃げ馬用のやつですかね。あ、逃げっていうのもありか。能力によって逃げを決めないと多分意味ないですよね。早く来んかな。流れ2号。流れ2号のさらに子供なんで3号か。2号もね、まだ稼げるんで、全然走れます。この走る、トレーニングするぐらいなら、もうレース出てほしいな。あ、これってあれじゃない？新しい決闘馬来た。やったやった。これで一発系以外にも来ますね。因子が手に入ります。で、新しい馬っていう、多分ね、強くないんですよ。強くないんで、購入したらすぐ種付け出します。うん、それがいいと思う。で、どんどん因子を増やしていこう。ちょっと大作、山本大作くん、レース出ましょう。2400だったわ。あ、2400しかもうない。うん、いや、行け。勝て。もう勝つしかないんだよ。残された道は勝つしかない。勝って、次世代に血をつなぐことだけを考えてくれ。さあ、来ました。メグコム記念。メグコム大賞典。大作くんで勝てたら、熱いですよね。今回も2400なんでね、気長に待ちましょう。スタミナが持つかがちょっとわかんないですよね。そんな追い上げていいの？安藤夏子、追い上げまくってますね。追い上げる力が一周もせずになくなっちゃいました。これは持ったままってやつですよね。だって追う力ないんですから。あー、お金増やしたらやっぱ機種もちょっと特別教育していくしかないですね。特別調教かな。これ持ったまま勝ったらかっこいいけどね。差は埋まってますけど、1位の馬が見えないですね。あ、チケ。あ、1位の馬まだ追ってるわ。なんだ、最下位かよ。最下位でした。大作くんも結構厳しいですかね。まあ、因子を受け継いでもらいましょう。種付けできるの？あ、種付けできる。大作くんの因子は、一発系ですね。一発系のダート馬なので、同じの行った方がいいのかな？丈夫とかね、いらないんですよ。正直。よくわかんないんで。シャトー系、一発系ってもう一人いるんで、一発系で組みましょう。はい、これで行きます。はい、クロスターくん、行きましょう。これはね、勝てると思うんで。あ、来ました。流れブライアン2。一発系牝馬との子。来た。あ、来た。かわいい。ニポソウルっていう名前になるみたいですね。流れブライアンと一発系で流れブライアン2。で、流れブライアン2と一発系でニポソウルです。これ、すげえ近親相関で、丈夫さやばそうです。やばいでしょ。血が濃すぎる。流れブライアンの2号。もうですね、まだ2歳なんですよね。で、確かこいつ一戦一勝で終わってた気がします。なのでこれからの馬なので、まあ今からどんどんレースに出てグレードレースまで行ってほしいですね。まずこれで交互にレース出していきましょう。それで大作くんはもう種付けに出します。決めました。因子ガチガチにして上げていこう。馬メダルが溜まったんで、この血統研究所
ちょっと買います。これね、メタボン系って、スタミナもうとうとう A に行ってるんですよね。で、このウサアミ系は、スピードと瞬発が結構高い。で、20丸なんですよ、芝が。ウサアミ系がなんか、いい気がしますね。初めての二元ワンを作れそう。なんですが、私はメタボン系でいきます。メタボン系にします。ああ、楽しみ。また馬が強くなっちゃう。これで。2号も、最速でグレードレースまで上がってもらいましょう。では、未勝利戦クロスター、いきます。ここで作戦選べるんですね。ゲートとか、そういうの書いてないんで、わかんないですよね。追い込みでいいです。さあ、未勝利戦なんでね。クロスター君の未勝利戦。未勝利とはいえ、この子も能力は高いですからね。ポテンシャルはめちゃくちゃあると思ってます。おー、危ね。ギリギリじゃん。追い込みやめようかな。差しに回そう。はい、未勝利戦勝利。じゃあ、2号出ましょう。まあ、どっちでもいいんですけど、最速でやっぱ G3 に行きたいんで、うん、行きましょう。よし、メタボン系来ました。メタボン系来たんで、これで変えますね。メタボン系の馬を探します。はい。メタボン系がスタミナあるんで、スタミナにスタミナ重ねていいもんなんですかね。スタミナ系のやつにやっぱスピードを乗せないとダメなんですかね。ちょっとわかんないですね、この辺。6万円します。で、花からも DDDB。結構強いですね。あ、ゲートあった。あ、すいません。今更なんですが。根性、ゲート、賢さ、丈夫。これなんですね。このローマ字、何だったんやろって思ってたんですよね。あー、じゃあゲートが高いと普通なのかな？うん、やっぱスタミナがすごい。これは基礎になるんで、速度と器用と瞬発。まあ、速度と瞬発ですね。こっちを上げていくっていうことにしたらいいかもしれないですね。で、基礎が一緒なんで、どうせすぐ種付け出すんで、この一番安い子でいいかな。メタメタボンで。メタメタボンを買います。購入。よし。で、早速、メタメタボン君は、種付けに出します。あ、で、ここ増えましたよね。メタボン系が。で、ここで、速度ですね。シャトー系と結びます。はい。はい。メタボンが、いきましたね。で、これで、2号がね、今から、2400走りますんで。この1000万特別がもし勝てなかったら、1000万の普通の方で出して、ちょっと勝ちに行きたいと思います。グレードレース出るまで鍛えないといけないですからね。グレードレース出たら賞金の数も違いますんで、まあ、やっぱ父を超えていかないといけないですよね。まあ今回も2400なんで、気長にちょっと待ちましょう。で、安藤夏子が、結構序盤で追い上げるんですよね。これちょっとやめてほしいですよね。ほら、もう、ほら、ゼロ、もうゼロ。炎はもしかしたら、あ、G って書いてあるじゃん。G ってなんだっけ？根性か。あ、じゃあ、根性を伸ばせば、追い上げが上がるのか。じゃ、根性も鍛えた方がいいってことだよね。で、調教は全部同じので回してたんで、これちょっと、定期的に調教のやり方も変えとかないとまずいかもしれないですね。これ流してますもんね。もう流してて、スタミナも切れて4着。ちょっとやっぱ2400が長いな。やっぱ中距離向きなのかもしれないですね。まあ中距離というか、マイルから中距離ぐらいがちょうどいいかもしれないですね。困ったな。そんなことになってるとは。クロスターいけるかな。大丈夫やろ。行ってみよう。大丈夫大丈夫。お前ならできる。ちょっと騎手も見てみましょうか。犬塚ポニー。どんな馬よりもポニーテールです。ちょっとすいません。僕には拾えないです。今、種付けを2頭出してるんで、そいつらを待ちましょう。これ、あれですかね。種付けして、子が生まれたら、多分もう一回種付けできると思うんですけど、序盤は、そんな、何頭も、1頭から何頭も生まなくていいと思うんですよね。だから、因子を踏んで生まれたら、もう次の子に託して、どんどん売却していく。乗馬クラブに。っていうのが効率いいかもしれませんね。わかんないですけど。さあ、500万。ちょっと疲労がありますが。
ここも勝っていただきたい。まあ、距離がね短いんで、ここは勝てるんじゃないんかなと思ってます。追い込みでバチ抜いてください。いい感じだね。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、いいよ。それはね、騎手は上手だった。オッケー。まあ、条件戦は比較的楽に勝てそうですね。あ、来た。大和大作と一発系牝馬の子馬が誕生しました。来た来た。大作くん。大作くんの子馬をちょっと見てよ。大作2号。大和大作と一発系で、一発系になりましたね。大作2号。子がおる中、大作くん、君は子だけいて、親は売却されちゃったっていう。大作2号、めちゃくちゃかわいそうですよね。ちょっと涙出そうです。大切に育てるからな。さあ1000万条件、2号がいきます。先ほど負けたのは多分距離なんで、だーっともう20丸じゃないんですよ、こいつただの丸なん で芝は三角なんですけど、まあ、能力でカバーしようかなっていうところですね。いい位置ですね。安定感があります。おー、強いね。強い強い。条件戦であれば大丈夫ですね。条件戦にどんどん出していきましょう。はい、1000万処理。あ、来た。ニポソウルが大人に成長しそうです、ね。ポケモンみたいになってる。一発系ですね。因子の受け継ぎ。因子は、あら？あら？なんか、ついでがすごかったよね、今。瞬発の上限がプラス50。根性がプラス20とプラス20。スタミナが100。あ、すごい。なんかすごい上がった。あ、なんかね、枠がすごい、瞬発の。ただ、一発系なんで、この、ここ、ババが弱い。ニポソウル、いいですね。技能をつけていきましょう。スタミナはいるよね。はい、オッケー。こいつには根性入れます。追い上げの力を。よし、オッケー。出ちゃえ。出ちゃえ、出ちゃえ。一月、一レースしか出せないんで、4頭で回すのが一番バランスいいのかな。あ、来た。メタベタボンとシャトー系。来ました、来ました。こいつら、馬房ないからここにいるわ。かわいそうに。メタベタボンも新馬なんですけど、これ、ニポソウルより高い。これもう売ります。メタベタボン。ごめんね。ごめんね。よし。馬房を1個立ててあげよう。はい。馬房を立ててあげないと。入り口で寝てたからね、今。さあ、新馬戦。新馬戦は、実は勝ったことないんですよね。あ、すごいよ。この追い上げの根性429もある。すごい。差し展開ですね。差し展開で2番手追走。あ、これは行ったね。これは行きました。よかったよかった。余裕でしたね。よしよしよし。ナイス。新馬戦1着。よっしゃ。馬メダル30枚ゲット。あ、また来た。血統研究所。来ました、来ました。よし。買います。で、新しく出たのは、パイソン系。力強い走りでダート駆け抜ける。パイソン系か。ちょっとね、この、ウサーミ系気になりますね。ウサーミ系をちょっと買います。はい。よしよしよし。1000万特別買ってないね。500万で。はい。はいよ。ほい。で、今はもう、こう産みすぎて、どれがどれかもう分かんなくなってきた。馬が。技能ロケットスタート。逃げ馬が来たらロケットスタートつけましょう。ウサーミ系、ウサーミ系来ました。で、ウサーミ系の馬、こちらもですね、買って、すぐ種付け出します。で出して、因子をゲットしましょう。ウサーミ系は速度と瞬発が高かったんですよね。で、能力は一緒ですね。全員。初期の馬なんてこんなもんなんでしょうね。じゃあ、一番安いのでいいです。ウサーミミで。はい。よし。これで、じゃあすぐ種付けよう。馬小屋が足りない。マジか。マジか。限界値来ましたね。だから売却しないといけないんだ。これ一生グレードレース上がんないじゃん。メタボン系。ブライアン3っていう名前になってるからわかんないんだ。2が3歳になった。これ変えれない名前。同じのがたくさんいるわ。よし、500万条件。クロスター。いってらっしゃい。因子がちょっとわかんないですね、まだ。
まあ、このクラスはね、簡単に勝つでしょうからね。はい、OK。一着ですね。クロスター強いね。はい、クロスター優勝。さあ、このブライアン2号、出しましょう。1600万条件。はい。ダートがね、弱いんですよ。ヤマト大作。大作2号や。大作2号が。また一発系。はい。はい。まあ、2因子ですよね。あ、そうか。一発系同士を組んだからだ。それは一発系になるよね。で、これをさらにいけるのかな。まあ、ダメだ。ってことは、やっぱどれかを売らないとダメだ。そうなのか。上に勝っていくしかないのか。よくできてんな。ブライアン2号は流れブライアンから来てる。5戦2勝。ニポソウルは流れブライアン2号から一発系をもらって来たんだ。大作2号。大作2号も一発系。ちょっと紛らわしいんで、こいつ売るか。こいつ売っちゃおう。これさっきレース出たっけ ?2勝は、シンバ特別勝った馬だ。初めての因子を継いだ馬ですね。でこれが、ニポソウルを産んでるんで、申し訳ないですけど、流れブライアン2号。2号売ります。これいいやつだな。ごめんね。よし。いやー、またね。オープンに行くって言っときながら、すぐ売却しちゃった。やっちまった。種付けをしていくか。このニポソウルに、ニポソウルの3世代目を産んでみましょう。どんな感じになるかちょっと見てみたいですね。なので、ちょっと速度を今度は行ってみようかな。この因子で行ってみます。はい。で、今の間に新馬戦やっていきましょう。これ強えな。よし。大作2号。新馬特別に行きましょう。二頭出しできるの?二頭出しできるじゃん。二頭出しで行こう。太しで。二頭出しで。新馬戦。もうどっちかが勝って、どっちかが負けるという。天国と地獄。今からはね、因子も踏みながら、強い馬を作っていくっていうのが大事なんですけど、ちょっとね、グレードレース勝っていかないと、これ発展しないですね、これ以上は。で、メタボンボンの子をスタミナ上げたんで、これに2400のレース勝ってきてもらわないと、ちょっと手詰まりっすね。新馬戦特別来ました。二頭出しです、今回は。まあ、どっちかはね、勝つと思うんですよ。お、これ、フルゲートだ。初めて見た。せこいな。5頭出しとかにしてくれたらいいのに。あ、結構ね、根性増えてますね。新馬特別、もう一周だね。よしよし。そんなに追い上げたら、根性大丈夫?あ、スタミナ切れちゃった。スタミナ切れちゃいました。あれ?二頭出しして散々な結果でした。まあ、馬場状態も、距離も合ってなかった感じですね。仕方ない。それは仕方ない。全然問題ない。よし、クロスター。行くぞ。条件戦で。これはね、こいつ結構強いかもしれん。クロスターはね、序盤に散々金がない、金がないって言ってきたんですけど、今、正直金使うとこがあんまりなくなってきた。嬉しいっすね。他のお店手に入れたいですね。流れブライアン3号が大人に成長しそう。メタボン犬来ました。初のメタボン系がうちの牧場に来ました。うん。D、D、B。スタミナすごい。スタミナの枠がすごい。じゃあこいつに速度つけて、速度と瞬発をつけて、スタミナを鍛えていこう。よしよし。いいぞ。流れブライアン。やっぱ流れくんの血を受け継いでですよね。他ね。まあ血は受け継いでないですけど、名は受け継いでます。やべ、楽しくなってきた。騎手も一人雇おう。はい。リーリンリンで行くか。リーリンリン。リーリンにしよう。はい。発展してきたなぁ。あ、来ました。1000万条件戦。よーし。ここも条件戦なんで、まあ勝てるでしょう。まあさっきの2頭もあれなんですけど、やっぱだいぶね、能力が上がってきた。根性とかもね。でも、勝てない。難しいね、このゲーム。あ、また反復横跳びだ。くっそー。反復横跳び強いんよ。普通に新馬戦出てもらうか。安定の安藤夏子に頼みます。
で、ちょっとですね、今やってるんですが、ニポソウルがですね、今種付けに出してます。で、このクロスターっていうのがですね、シャトー系のクロブライアンとシャトー系で生まれた子なんですよ。で、どうもですね、噂で聞いたんですが、この因子のこのシャトー系の速度、これがなんか重要みたいなんですよね。なので、今からこいつも一回種付けに出します。クロスターで、シャトー系。種付け開始。はい。OK。ウサーミミも種付け出しちゃおう。でこれも、シャトー系でいきます。はい。次レースが来るんで、今回はどんどんもうレースやってって、できればね、G3 に勝ちたいですね。今日は。できたら G3 に勝ちたい。ニポソウルとシャトー系牝馬の子馬が誕生しました。ニポソウルが戻ってきましたね。新馬戦です。流れブライアン3号ですね。まあ、もうこの辺のクラスになると大丈夫じゃないですか。このガッツ444ありますからね。スタートしました。では先行だ。作戦先行ですね。初めて見た。さあ、最終コーナー曲がるけど、あれ、1枠の1号が来てるよ。刺せる？あ、刺せた。お、強い。強い強い。さすが。はい、新馬戦は1着でした。OK。さあ、どんどん出そう。ニポソウルも出そう。はい、OK。これでね、みんなでオープン馬になりましょう。ウサーミミは、もう、こう生まれたらですね、売却します。残念ですが。まあ、因子もね、ちょっとずつやりながら。500万条件、来ました。まあ、500万もね、多分勝てると思います。さあ、今回は差しですね。追い上げ。いける？うん。いいじゃん。おー。早いね。早い早い。一着。いいですね。1000万クラスに上がりました。いいですよ。次は大作くんですね。大作くん、まだ未勝利なんだ。じゃあ未勝利、行きましょう。安藤夏子、新生。で、馬が増えてくるんで、ちょっと騎手もね、何人か雇いましょう。そのためには、ちょっと、ここに作って雇用します。犬塚ポニーっていうのがいたんで、ちょっとあれが出てくるまで待ってるかな。岡部さん元からね、来いっつってたんで、ちょっと呼びます。なんか前より観光客が減ったような気がするんだけど、気のせいかな。よし、未勝利戦です。大作くんの未勝利戦。未勝利は勝てるでしょ。初期の頃より全然能力高いですからね。今回も差しです。刺しなんですが、1番手。やっぱレベルが違うね。早いもん。かっこいい。OK。OK、いいですよ。やっぱ、うちの牧場の問題は、やっぱ距離ですね。距離が長いと弱いっていうことが分かりました。G3 がね、一回行ったんですけど、勝てなかったですからね。まあまあ、レベルが高いですよね。G3 とかになると。でもなんかそのためには、やっぱ速度が因子でいるって聞いたんですよね。で速度がやっぱ重要で、まあ噂なんでね、本当かどうかわかんないですけど。お、ヤマトシャトー。ヤマトシャトーって言うんだ。あ、またシャトー系だ。いいですね。因子の受け継ぎ。はい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 。はい。はい。あ、今見ました？今左側のこの二つが抜けてったっすね。抜けてって、この右側の二つがこの牝馬から受け継がれました。で、この速度をが重要みたいなんですよね。クロスターにつけたのはこの速度が欲しいんで、シャトー系を打ち込みました。なので今後もシャトー系でいいんじゃないかなと思ってます。これいいですね。芝が20丸で、スタミナも速度もそこそこあって、調教しがいがありますね。よし、安藤夏子、行ってこい。クロスター来ました。クロスターも、あ、ウサーミミも来ました。じゃあ、ウサーミミ売却しましょう。このね、ウサーミミの子が、これですね、青ポケット。青ポケット、
青ポケットくんには申し訳ないんですけど、お母さんもすぐどっか行っちゃいます。ごめんね。はい、 OK です。これでとりあえず飲酒は終了かな。種付けは終了かな。クロスターの子がすごい楽しみだ。1000万条件戦来ました、まあ、ここもね軽く勝ってほしいですね。スタート。差しですね。やっぱ短い距離の方がいいですよね。2400って見るのも疲れるもん。元も子もない話なんですかね。強い強い。はい、一着。オッケー。勝てるとこで上行きましょう。距離長いのは向いてない。うちの牧場は。勝てるんだ。流れブライアンは出てきた。じゃあこれで行きましょう。オッケー。流れブライアン3号がメタボンボンっていう子の子なんで、スタミナがね、結構あると思うんですよ。メタボン系っていうのがスタミナがある因子みたいなんですよね。500万条件戦来ました。もうちょっとね、鍛えたら2400もいけるんかなって思ってます。やっぱ300ぐらいないときついかもしんない。スタミナ300ぐらいないときついかもしんないですね。先行ですね。これは強いね。もう、余裕だわ。独走。あざす。いいですね。だいぶこう、上がってきましたね。みんなが。大作くんか。まだ勝ったことないのかな。よし。安藤夏子。もう専門ですからね。レース専門。安藤夏子はレース専門。グレードレースに行ったら二頭出ししましょうか。あ、犬塚ポニー来ました。犬塚ポニー雇います。OK。未勝利戦来ました。まあ、この辺はね、サクッと勝ってもらいましょう。差し展開です。おー、早いね。大作くん一着でした。まあまあ、未勝利戦なんでね。じゃあ次は、ニポソウルで、もう、早いとこオープンなっちゃうか。こいつダートなんだよね。はい。ホシャトーが大人に成長しそう。ホシャトー。シャトー系来ました。で、これですよね。シャトー系とシャトー系なんで。うん。ホシャトーね。ホシャトー、この因子がこっちに偏っちゃった。ホシャトー寝る場所がなく元気がなくなってるみたいです。馬小屋を建てろ。馬小屋ないよ。既存の施設を撤去してください。いや、土地はあるもん。どうだ、やっぱ誰か売らないとダメだ。クロスター売っちゃおう。ごめん。はい。これで馬房増えたでしょ？よし。来たよ。これに勝てば、オープン馬になります。スタート。差しですね。差しで、今、2番手、3番手追走。いい感じですね。あとは、逃げ馬を捕らえれるかどうか。よし、行け。行け。よしよしよし。OK。早いね。早いけど、追い上げもなくなってきた。まあでも、スタミナがあるんで、OK です。これで、オープンの仲間入りしました。G3。とりあえず、1頭 G3 になりましたね。これで。うちの看板馬は、ニポソウルになりました。で、流れくん、出ましょう。条件戦でいいでしょう。はい。お、来ました。青ポケットの様子が。よし、シャトー系。こっちもシャトー系になりましたね。ウサー耳とシャトー系の馬ですね。あんまり高くないね。バレーが上がりました。ニポソウル3歳。さあ、1000万条件に、フライアン、流れくん3号、いきます。1000万の条件戦なんで、これも多分勝てると思います。スタート。流れ3号は先行なんですよね、基本。今までの馬が差しばっかりだったからね。後ろから行く競馬ばっかり。これはこれで新鮮でいいですね。さあ、直線ですが、はい、一着。まあ、この辺は敵じゃないっすね。OK。あ、大作くんいけるじゃん。大作くん行こう。OK。G3 に勝って、G2? もう今日は見てみたい。まあ、G3 勝てるかわかんないですけどね。はい、500万条件。大作くん来ました。スタート。これは差しですね。
もう安藤がうちの専属機種ですからね、もうレースにとっては。他の機種に関しては調教師と一緒ですからね、レースに出てこないですからね。はい、 OK、 一着、よし、はい、 OK。 じゃあですね、ニポソウル、これ G3 ちょっと出してみようと思います。この梅のミステークス、これね買ってないんですよね、一回も。ただですね、三角なんでね、ここがどうなるかちょっとわかんないですね。よし、さあ楽しみっすね。とうとうそのグレードの壁を破れるかどうかっていうのがかかってますからね。やっぱ一発系ってちょっとね、馬場があんま良くないですね。一応芝が三角で、ダートは丸ですからね、二重丸じゃないんですよね。でも、シャトー系は芝二重丸で、ダート丸なんですよ。で、もし、その速度因子がいいっていうことになれば、噂通りいいってことになれば、種付けはシャトー系一択になりますよね。気づいたらですね、所持金が80万超えてました。すごいお金ある。はい、梅のミステークスに出走します。あー、どうかな。そろそろ勝ちたいレースなんだけど。二頭出しでね、失敗してますからね、前回は。スタートしました。七頭立てですね。これ最下位におるけど大丈夫？大丈夫これ。さあ、残りの直線に入りました。マジ？マジか。ニポソウルで勝てない。3秒も差があるじゃん。そうか。そうなのか。そうか。ちょい厳しいな。いやー、G3 も壁が高い。次ね、流くん3号が次勝ったらオープンに行くんで、最悪二頭出ししましょうか。そうそう、新人くんもね、新馬戦組も出していかないといけないでしょうからね。新馬特別戦でね、勝つとランク上がるんで、早く。ただ、1000万の特別って2400なんですよね。2400ってやっぱ勝てないって、絶対。メグコム記念、マジ強いもん。はい。じゃあ、これでオープン馬の仲間入りになるはずです。行ってくれよ、頼むぜ。よし、先行です。これ独走ですね。これ独走ですよ。あ、追い上げの馬早いじゃん、あれ。やばい。やばい、これ刺される。あれ？刺されない。刺されん。あ、勝った。よかった。はい、G3 に上がりました。OK、OK。オープン馬2頭になりました。順調ですね。じゃあですね。よし、大作くん、ちょっと。1000万特別に行ってもらおう。スタミナがね、結構あったんですよ。リーリンリンで行こう。よし。大作くんの1000万。どうですかね。勝ってくれたらいいけど。1000万特別に勝ったら、もう一気にオープンになるんかな。それが見てみたいよね。さあ、来ました。2400ね、こちらも。リーリンリンで行きます。差しですね。これも2周なんで、ガッツ考えてよ。すげえ追ってるわ。もうない。もうないわ。ガッツのもうない。リーリンリンが1周だと思ってる可能性があります。スタミナはね、足りそう。追い上げる力がないんで。てか、オレンジ早いな。今1着の馬、早いな。全然差が縮まらない。うわー、勝てないか。すげー外回した。これいつ勝てるん？じゃあ、新馬戦一回挟みますか。おー、強い強い。1600なんでね、20丸でしょ。シャトー系なんでね、芝は走れますよ。やっぱり、こいつが一番かな。行きましょう。土地の権利書を買います。おお、広くなった。いいっすね。広くなった、広くなった。
じゃあさっきのショックだな。1000万特別、このゲームで一番むずいレースってことないですよね。なんか勝つ方法が考えつかない。一応ね、攻略は見ないようにしてるんでね。さあ、新馬特別です。特別戦なんでね、一応レベルは高くなってます。けど過去に1勝してるんですよね。スタート。差し。ガッツがあんまりない。1600メーターですからね。安藤夏子にするとコーナーリングがいいですよね。いいんじゃない？位置は。結構理想的な位置。お、もう1位に躍り出そうだ。出ちゃった。これは2歳優秀な子が多くなっていたね。これ最後追い上げ。おー、すごい。あれ？スタミナなくなった。あ、おい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 、おお。ああ、何してんの？何してんのよ。アンポンタンよ、アンポンタン。よし、お前ら、G3 出るぞ。行くぞ。ニポソウルも出しちゃおう。天才ジョッキーとは言われてもね。コーナリング重要かもしんないから。じゃあね、サチスキ行ってみるか。サチスキで。G3 も勝ちたいよね。G3 も勝ちたいし、さっきの新馬戦の特別ぐらいはね、勝ってほしかったわ。お、やべ、お金がない。危ねえ危ねえ。危ねえ。全然見てなかった。維持費なんぼ取られるこれ。3万7000とかじゃなかった。ああ、よかった。さっきまで80万あったのにね。さあ、来ました。リベンジです。リベンジマッチ。梅のミステークス。これは勝ちたいな。スタート。先行してほしいんだけど、なんかごちゃごちゃしてる、ごちゃごちゃ。逃げるやつが早い。さあ、どう？うわぁ、マジ？嘘だろ？うわぁ、マジか。すごいレベル高い。マジか。まあ、流れくん、スタミナは速度がね、そんなないですよね。ニポソウルも203か。いやー、困った。これは困ったね。いやー、もうちょっと頑張ろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。次もね、また見に来ていただければと思います。それでは、お疲れ様でした。じわ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